始めました。始めまーす。はい、始めまーす。じゃあ、ではさー、お願いします。はい、お願いします。はい、始めました。さて、皆様、どうした、放送は始めましたでしょうか。始まりました。始まりましたか。はい、始まりましたよ。はい、ん、はい、あ、なんか帰ってきてる、ね、帰ってきてる、変な間があったな今。はいはい、ではでは、12月号、今年最後の貧困崩壊漫画スやっていきましょう。貧困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 。じゃあまた今日ポーラスやから、まずね、後でエアシップするかもしれんけど、まずポーラスなので一回、試合を開始して、もう出たところで話し合いましょう。はい、はい、了解です。部屋が壊れちゃうんでね、はい、うん、お、来た、うん、なんか来た、一歩来ました、うん、ほうほうほう。通常とスナイパーだけです、今日はね、うん、役職は少なめにしてますが、まずは軽く自己紹介してもらいましょうか、上から。はい、グッチからどうぞ。あ、はいはいはい、グッサマです。おじい、はい、ぐちよろしゅー、お願いします。お願いします。ちはやです。今年も大変お世話になりました、皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。今日名前入れ忘れててごめんなさい。はい、よろしくお願いします。いえいえ、大丈夫です。はい、ちはやさんも来てます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、トリピーです。よろしくお願いします。今年最後も楽しみたいと思います。なんかめちゃくちゃ狙われてんだけど、重厚で。しかも味方死ぬ運命だ。入ってるからだ。あ、そっか、インポスターか。インポスターなんだけど。はい、どうも、ナナコです。よろしゅう。はい、よろしくお願いします。年末のね、一番もうこう、総決算みたいなところにお呼びいただいて、大変ありがたいです。今日は華麗な推理をお見せしようと思いますんで。ぜひ楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ピラさん。あ、はい、ピラノです。皆さんハキハキ挨拶しててすごいなと思ってます。僕今役職を読み込んでいます。そうよね。一番偉い。ちょっと少なめにはしました。今日は、はい、なのでちょっとたどたどしくはなりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もし、はい、マオです、今年最後ということで楽しみです。役職読んでないのでまだよく分かってません。お願いします。お願いします。ちなみにこれ7個とマオのスキンには思想が入っています。はい、ムツーさんどうぞ。僕はスタートつけて冗談っぽくしているんで、僕はないです。冗談っぽくこれだけ師匠ひどいな。あ、じゃあ7個は思想があるってこと。じゃあ、そう、自衛の戦車です、これは。それもちょっとね、さ、うん、はい、ムツーです。殺します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ次、砂さん。はい、砂ザメです。このくらいの声で喋ります。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。そして、バキューカ。はい、バキューカです。ちょっと僕もよくよく考えたら思想が危ない服着てるかもしれないです。よろしくお願いします。大丈夫です。大丈夫です。ワンちゃんちょっと怖い。ブリジットね。はい、じゃあ次ヒラで。はい、ということで、どうもヒラです。2022年も、お世話になりました。2023年も、毎月貧困崩壊アモアスやれたらとっても嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めっちゃ浮かれた服装してるじゃないですか。うん、浮かれてるよ。ハッピーニューイヤーだから。浮かれまくってる。来年用にもうなっとるからな。下だけクリスマス。じゃあ最後にオレセクの方。どうもトータスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。役職見てるんですけど、うん、読み込んだ読み込んでない関係なく分かんないっす。ちょっと俺足りてないかも分かんない。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。みんな分かってないっす。はい、そして村長のフルコンから、じゃあ役職をババッと紹介していきます。まずね、まずスナイパーがあります。はい、はい、今日は、うん、でインポスター、はい、ややこしになるから、もう片方普通のインポスターで片方スナイパーです。はい、うん、でスナイパーはこんな感じで銃が出るので、
銃でしか撃てないです。はい。んで弾丸はめっちゃでかくしてあるから結構当たりやすくはなってるはずだが、それでも前回だいぶ前にやった時当たりにくかったので、はい、銃声の聞こえる範囲を前回の5分の1にしてます。だから結構遠くから撃てば、あ、どっから撃てるか分かんないと思う。はい、聞こえたら近いってことだ。逆に結構近い、うん、4x、うん、ね、インポスターの視界の範囲が 1.5x で、で銃声の聞こえる範囲 4x やからだいたい目安はそんなもん。そうだね、はい、インポスターの視界の 2.5 倍ぐらい、はい、結構聞こえそうだな、うん、まあまあ聞こえそう、それでも結構聞こえそうではあるけど、ね、トータス誰か殺して、あ、はい、音なんかすごいとこ抜いてない今マオくん、え、今音鳴った、死んだ、あの、この、なんやろ、音っていうか、マークマーク、そうそう、今銃声マークが出てたのよ。あー、まあまあだな怖なかなか派手だ。いや、この距離は絶対聞こえるよ。だから離れないとわからない、聞こえないかどうかはね、うん、はい、そうですね、ま、マークが音の代わりなのね。うん、そう、実際に音が鳴るわけではないです。はい、失礼です。聞いてた方がいいんはクリックしても打ちます。うん、そうだね、はい、出した後クリックで打ちます。うん、これあれだよね、延長線上全員投げ払うわけじゃないよね、これ。あ、一人一人。さすがに聞いてるじゃない。そう。さすがに。背面が。そう。そう、マップ兵器ではないです。遊戯王のマップ兵器ではない。ああ、もう一回直線に思いついたことみんな喋る。世代出るなこれ。あとね、フレンドリーファイヤーありです。つまり、フレンドリーファイヤーありだって。味方のインポスターを殺せます。頑張ってください。はい。で、今、クルーが一人死にましたが、マオはなってないね。うん、撃たれたり、普通にキルされたりしたときに、そのまんまインポスターになる可能性があります。はい。うん、クルーメイトが 20% の確率で、ダムドっていう形で、20% の確率でインポスターに変化すると。うん。うん、そう。ガードした後にね。うん。で、インポスターが増える。試合中に。で、ゲーム中最大1人までしか増えないんだけど、20% をクルーが全然引かなかったら、増えない可能性もある。1試合の中で。っていう設定にはしてある。はい。うん、インポスターが最大1人増えるかもしれないし、増えないかもしれない。っていう感じですね。はい。うん、なるほどね。すみません、僕ちょっとダムドよく分かってないですけど、マオさんがキルされた瞬間にダムドの進出が行われるじゃないですか。うん、そう。マオさんはそれで急に生き返るってことですか？死んだ。ガード状態になるから、はいはい、そもそも死なない。あ、うん、死なないのか。そう。で、次の会議でインポスターになる。ガード状態ってなってるのって分かんのかな？分かんないねんな、それがな。ああ、じゃあ急に次の会議終わってさ、タスクやるかと思ったら、名前赤くなってる可能性あるってこと。会議が始まるとって書いてあったから、始まってる時点で自分の名前が急に赤くなってる可能性が。で、インポスターなんですけど、例えばフルコンさん切ったのに、あれフルコンさん生きてるってなったら、次の会議のタイミングでインポスターの味方になる可能性があるってことですよね。うん、そう。なる。あ、オッケーです、オッケーです。そういうことです。はい。でもね、銃が撃ててるかわからないからね、撃ち損じたのか、ね、撃ち損じたのか、殺すのが効いてなかったのかはわからん。なんかあれすごい、まあまあわからんだこれ。うん。その時ヒットしてたらなんかぐちゃって言いますよ。インポスター。あ、言うんだ。なるほど。手応えはあるんだ。なるほど。ありますね。うん、はい。で、あとですね、一つ、今死体がちょっと動いたの分かりましたか？なんか動いてた。ここ動いてたでしょ。あのね、ポルターガイストっていう役職入れて幽霊でちょっと遊べるようにしてます。幽霊が若干死体を引っ張れるので、まあクルーが死んだ場合は味方の方にちょっとでもこう死体を寄せてここだよって見つかりやすくすることはできるけど、ただ死体が動くからそれがアダになる可能性もあるね。死体位置が、そう、死体位置がずれちゃうから、そうそう、どこで死んだか分かんなくなっちゃうわけだ。分かんなくなっちゃう可能性もある。あんま動かすと、はい、だ幽霊になってからも遊べると。みんなできる。みんなできそうですね、この書き方。なんかね、一人ってしたんやけどちょっと分かれへんね。とりあえずマオはできてるよね。はい、一応30秒に1回できる。ああ、うん、時間式なんだ。時間制限はさすがにありますね。あるある。そうそう、ちょっとしか動かせないですね。まあ、無限に動かすからやばいもんな。うん。めちゃくちゃやもんな。はい。これなんか右下に丸のマークあるけど、なんだこれ。これ多分色が濃い薄いだと思う。あ、そうだね。あ、
そう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 。誰か釣る？トリピ釣らなくていいよ。別に。釣る？あ、トリピ釣る？いいよ。なんか釣りだとね、多分ダム取りにはならない。これキルされた場合やから。あくまで殺された場合なんだ。あ、じゃあ俺どんどんキルしてダム取、ダム取ちょっと。うん、キルしてみて。20%引いて。で、あ、ちょっと俺キルしないで、俺メイヤーやから。クリニキ以外キルしていいですか？うん。あ、でも俺も。あとね。あ、オッケーです。わかりました。セリフかな？はい。うん、あ。切ってほしい人。あとセリフぐらいやんね、学食。はい。なんか切ってほしい人。あ、で、ダムド抽選。あとはね、みんな割と知ってる役職だと思います。シェリフとメイヤーとアーソニストなんですけど、メイヤーの仕様がちょっと普段と違うから、そこは後で説明します。表ですね。たくさん表があるやつ。そう。あ、抽選だ。1、切れます。はい。ああ、私が切られた。うん。なざめさんはパチンコに勝てなかった。選ばれなかった。選ばれなかったものだ。選ばれなかったか。はい。ふん。あ、動いてる、動いてる、動いてる。怖え。スナさん、ポルターガイスできる？はい、あ、ちょっと待ってね。右下にね、ソーレーって出るよ。あった。ポルターさん狙った今。狙ってないです。ああ、外側を見て。これ外してたらやばいなと思ったけど。脅威じゃない。じゃあ、一人だね、ポルターガイスと多分。脅威なんだろう、これ。脅威は、カメラが。そうそう、自動で追っかけられる。ああ、誰か目線になるってことか。インポスターの様子見たいなと思ったら、インポスターにずっとくっついることで、便利。ポルターガイストはね、選出 100% やから、初手の人がなると思う。だから一番最初の人、暇やろうから、死体でも動かして遊んでてくださいって感じ。なるほどね、初手なのか。初手キル、初手キルさんはかわいそうだから。初手キルポルターガイストは。初手キルポルターガイスト。はいはい。アーソニストって結局何秒か一緒にいないとこすりつけられないんでしたっけ？4秒にしてます。4秒間共に行動、共にかけながら横をなんていうのかけながら、だから喋りかけながらこううまいことね塗ってくださいとか、こうやって固まって、ああその塗り終わった後の、そうですね、時間もなしだ今日は。うん、クールタイムが4秒じゃなくて、あ、4秒間押し続けやんとあかんの。そう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 、4秒間塗り続けなきゃダメ。なるほどなるほど。結構難しいと思う、アーソニスト。はい。はい。で、まぁちょっと、見ますね。うわぁ、発見された。あいよ。いっぱい死んどるな。誰も選ばれてないのか。誰も選ばなかったっす。悔しい。誰か釣る？釣らない？こうか。スキップね。スキップでいいかな。スキップっぽいっすね。あ、ごめん。で、これで塩を貯めて、そう、メイヤー。は複数票を持ってる人なんだけれども、うん、ゼロ票投票っていうのをできるんですよ。下にね、しない。そうそう、あ、インポスター表示残っちゃってるな。これは後で直します。で、ゼロ票でずっと投票し続けて、10票まで貯めれるので、後で一気に5票とか。なるほどね。やば。後半になるともうほぼ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 メイヤーの絶対王政で誰かを殺せるっていうのができる。貯めとくとね。なんか貯めとく方が楽しいやろ。はい。おお、なるほどね。めっちゃやりたいわ。やりたいそれ。そうそう。強権発動ができる。俺は10票持ってるぜ。いいのかとか言えるでしょ。噛まれて死にそうだな。そんなやつ。ダムドなかなか出ないな。ちょっと確率上げてもいいかもな。確かにダムド全然出ないです。20%引けないです。ね。うん。じゃあちょっとダムドの確率を少し 30%。30に上げてみるのと。地割れと同じ確率にしよう。地割れと。OK。30%。これで俺。地割れって 50% じゃないの？2票。50% 多すぎる。50% は多すぎる。壊れだろ、もう。誰が100枚やんだよ、それ。2回2回殺せる。ね。さあ、じゃあまあ終わりましょうか。もうキルしてもらった方が早いかもな。この人数やったら。セリフ残ってます。うん？でも俺とトルダスさんが1キルずつしたら多分終わりますよ。あ。うん。あれフレンドリーファイヤーしてみ、できる。あ、やってみる。それが一番いいやん。そうやね。確かに。それ釣ってくれたら。ピラノやばいかも。そこいたら。ああ、なるほど。うん。トリピーに当ててもらおう。やめて。ちょっと怖い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 。いけ。やめて。ね、やだ。いけ。ね。やだ。あ、そうか。まだキルできないのか。そう。そうそう。クールタイム。あ、いた。ナイス。なんてことしてくれんだ。これ本番だったら結構辛いな。
で、まあ、当たるような雑魚おらんやろ。ただ、一応こう何銃出してから3秒ぐらい経ったら、だいたいみんながどこにいてるか見える瞬間。緑の車線が見える。あ、そう、エイムシスアシストオンにしたから、そうね。はいはいはい。うん、割と当てれます。あの経験者が言うけど当たらないよ。あの緑のやつの通り打っても当たらないよ。はい、あ、急に微妙だな、じゃあそういうこと言われると。え、射程って無限？20X やから、その無限かな、インポスターの視界の10倍以上はあるから、ほぼ無限じゃないかな、多分ね。無限じゃないのか。本当に端端だと届かないぐらい。だと思う。だって俺、3人殺したと思ったら1人も死んでなかった会議が来たから。行ったわって思ってたら、できてなかった、うん。3人やっちまったぜって思ってた。誰も死んでなかった。うん、地獄だね、楽しそう。とやりましょうか、じゃあ。あ、これだ。はい。ちょっと待ってな、設定をでね、あとアーソニスト銃声きついと思うんだよな。アーソニスト3秒にするわ、塗るのにかかる時間。うん、はい、オッケーです。ちょっと元々痴漢も想定やったんやけど、あの新しいモッドでちょっとね、安定感がわからないので。アーソニストめっちゃ不利。そうそう、アーソニストも結構しんどいです。はい、俺アーソニストじゃない時からみんなにぺったりくっつこ。あ、落ちた。落ちた。無駄にくっつこ。普段からね。いつも通りだよ。あ、そういう人になった時用にね。時用に。さあ。どのぐらい引っ付いてなきゃいけないんだろうな。あれ、今なんかこの投票した時になんかインポスター残り2人ですみたいの出てたんだけど。あ、消しました。大丈夫です。はい、消しました。あ、了解です。はい、あ、出てた、出てた。はい、それの設定を変えたのと。ダムド、その死んだ人からインポスターになってしまうやつが 30% の確率にちょっと設定を変更したので、はい、生まれやすくはなると思います。本番でなんかノリでやりましょう。うん、ノリで、はい、どうなるかわからん、うん、とりあえずやってみよう。はい、やってみないとわからない。お願いしました。はい、それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあどうなるか。おお、マジか。もうゆるが良い。いや無理やろーねえ。とにかく塗りまくろうでも、とりあえず。あ、もういきなり殺そうとしてんだこれ。あんま動きたくねえな。よし、とりあえず一人、とりあえず一人な。はい、うん、なんかいっぱいいるぞ。お、誰か濡れ、誰か濡れ、誰か濡れたら最高。あーっと、あ、マオ濡れたんちゃう、これいいね。おい、おい、ナイスナイス。誰かが死んでるかと思ったじゃないですか。絶対死んだと思ったけどな、今。俺スナイパー対策でレレレしてたんですけど、ね、白くないですか。それね、インポスターでもやるのよ。フレンドリファイヤー食らいたくないから。むしろやる、むしろやるかもしれん。いやー、むずいですね。よし、さあフルタイム10秒にしたからな、結構塗りまくれるんよな。ちょっとこれ縫いまくれすぎるかもしれんな。何何何何、うん。そっか、俺入れんねんな、アーソニスト。トリッピー、トリッピー見てくれ、俺の、あ、ちょっと見てくれ、俺の可愛がりを見てほしかった。おい、もうちょ早いよ。ゲッコハンだ。あ、ゲッコハンだぞ。ちはやさん、はいはいはい、ちはやさん、まおさん、このパターンの時まおさん釣りゃいいでしょ。ちはやさん、それまおまおさん、まおだろこんなの。どこどこ研究室、ね、コミュニケーションで、うん、はいはい、奥にいたどっちかな、多分あのどっちかが死んでて、コミュニケーション
そう、コミュニケーション、ね、で切ってちょうど出てくる千早さんとすれ違った。あ、うん、でレポートは僕です。あ、そうか、真央さん。あ、まあそうやね、うん、ただ、うん、現行犯だって言ったのは千早さんの方が早かった。まあなんて言ってくるかなって思ってたら、どっちのパターンだこれ。これまあ2キロ入ってるってことはもう1キロは銃声聞こえてるっていう感じやね。かな？誰か銃声聞こえてない。銃声なかったな。そんなことなんかあります？あ、いやいや、俺ストーリー精査したいから千早さんの方はどう見えてたのかなと思って。あ、なるほど。あ、いいねいいね。自分がコミュニケーションに入ったら死体の上に立っている真央さんでした。ちなみに俺はちーちゃんが噛んで下に降りてくるのを見て。レポートしました。でちなみにそれに行く前にヒラとあとピラノさんとチラチラ見てて、うん、見合った状態から行ってる。なるほど、まおしいのがストーリーありそうな感じでした、うんうん、ストーリーこだわるな。ストーリー重要やからね。ストーリー大事。まお誰の際だっけ、砂亀さんだっけこれ。どっち、俺じゃグッチグッチの際でしたよ。あ、じゃあグッチ、うん、あのね、どっちかっていうと下に行く人が見えたから、うそれを追い色を追いかけて、うん、あ、ちーちゃんだなって確認したあたりでちゃんとレポートができた。ディティールが細かいぞ、マオの方が。でしかもちーちゃんは切って倒れるところまで見てるから、ちーちゃんは絶対インポスター、うん、だからマオからスナイパーの方ではないね。あ、ちはやストーリー出ないですか。自分からも主張があるんだけど、ストーリー、はい、砂溜さんがやられちゃっていて、砂溜さんがグッチツボさんと自分が入っていくのを見てくれていたんだけど、やれてしまっているから、コミュニケーションそばに砂溜さんはいた。あ、でそのあたりで、あ、じゃあダブルキルの可能性もある、ワンチャンあるのか。うん、でもどの道スナイパーで殺す。まあ、うん、あれしてほしいかな。スナイパーで殺されてる。最低限なんでしたっけ、ローラーか。銃声の話は出ないんかな。ローラー外れるのやばいです。まあこれはローラーはなしたいな。でもな、うん、さすがにな、これはさすがにね。ボタン押してくれるのかな。頼む、マオさん押してくれるんでしょ。ボタンを俺釣られるんだ。暗いよ、暗いよ。今だ、揺れ揺れ。何してんだ。塗ったか、ムツ。あ、オッケーオッケーオッケー、ムツ塗った。ムツがあろうことかタスクをしていました。おお、マオ白いな。白いいいやつだな。いいやつだな。精査、まあ、するかどうかは俺を任す。まあ今日はミーに任せるんだけど、トリッピーは俺に入れてんのも分かってるし、トリッピーのことを必ず。で、マオさんのこと信じてますから。で、絶対入れてる。すごいこと話していいですか。おお、いいよ。はい。俺もさっきのターンでうんーと思ったけど、定例始まってたじゃないですか。うん。ね。で、千早さんはマオシが死体の上に立ってたという話を出したと思うんですけれど、うん、俺は死体の上で立ってるマオシってどういう状況なんだろうと思ってたんだけど、停電入ってる時点でちょっと見づらくなるんじゃないかなと思って。そうよね、確かにね、うん、確かに確かに。の上にマオシが、あれ、マオから言うと逆にマオシはなんかね、ちょっと誰か行こうかなと思って追っかけたって情報出してるんだけれども、うん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 、出た出た。まあ、ちょっとでもさ、テレってさ、さっき俺らのターンで怒りましたっけ？なんか多分ギリギリだから、ね、多分ギリギリめっちゃギリギリやと思う、これ、うん、ギリギリ。俺ちなみにちーちゃん追いかけてた時に多分視界ちっちゃくなったイメージが あんま記憶に、ちーちゃんだけとりあえずないよね。自分もないもん。真ん中から左にニューって落ちてってくちーちゃんがいて、だから多分俺視界はちっちゃくなってなかったからちーちゃんが見えた。視界はこれちょっと、うん、かわいい、はい、俺の鶴の一声でこれ真押し残しのちーちゃん単独釣り提案したいんですけど、どう思います。俺間違えて真押さんに入れちゃったんですけど。あ、お前ブルドッグちゃん、俺ごめん、俺トリッピー。まあいいでしょう。あのね、トリッピーはね、でもね、俺から目線前回のニキル隠しろなんだけど、ただ、うん、めちゃくちゃ寄ってきたからアーソニストである可能性はある。お互い様ですけどね。そした時に砂ザメさんが死んでて、でちーちゃんが砂ザメさんの情報を出してるんだよね。うん、で他に砂ザメさんの情報をやった方が多分左側にいたのがまず真実か嘘かどうか分からんから。そうね、そうなよな。電気室にいた人誰ですか。俺とトリッピー。あ、2人いたんだ。オッケー。電気室付近よね。あ、そうね、一応ね、アドミンで電気に1ってついてたんだけど、あ、なんか入り口らへんでわちゃって電気、そうそうそう、ストレージですよ、いたのは。
一定そっから最後電気に向かわんかったっけ。あれ俺の記憶が。電気に行ってないです。そのまま下のコミュニケーションの廊下に行きました。ああ、なるほど。コミュニケーションの左ぐらいの廊下に行きました。まあ、銃でやってるんだったら2キル出てて。あ、そうだ、分かれたわ。だから電気室で撃ってるかなんだけど、銃のマーク出てないんだったら。うん、あ、じゃあ俺電気入ってない。ごめんごめん。でも2キル入ってるってことは。そう。あ、でもそっか。普通に1人2キルの可能性がある。おーえ、マジか。トリッピー以外の。トリッピーとインポスター。おい、トリッピーかかってこいよてめえ。おい、まあどうでもいいわ。俺はそんなことよりも塗らなきゃいけない。標的はおめえだ、バケウカ。何？おい、ボーイ、結構濡れたぞ。ねえ、あと？ひらっち。おーい、やべえぞ。左直しました。私です。ここで殺すか、マオ。マオ取り。マオ取りな。うん。ん？何？何しに行ったんや、やつは。こいつらいいんだよ。マオ取り。おう。おう。え、あと処理だぞ。え、結構濡れてるぞ。まあちょっと白っぽいよな。おお。ひらっち。死んどるやん。はい、直前まで一緒にいました。なるほど。リアクターが鳴ったじゃないですか。うんうん。リアクター鳴って右直しに行ったら、先に無痛さんがリアクター直してて、でそっからあ直ったねーっつって、中央の方に向かって行って、僕はそっからボイラーの方に向かったのかな、下ウェポンの方に向かったのか、そっから下向かいました。そっから無痛さん知らないです。でそっからすぐに平地は殺されてます。あのね、マオ。じゃあウェポンの近くで殺されたってことですかね。俺リアクター最後に開く見たのどこですか。外、ストレージのすぐ左ぐらいかな。すぐ左か。なるほど。うんうん。で、多分リアクター右直しに行ったんじゃないかな、平くんは。あ、そうだよそうだよ。そこまで来てた。で、左直したの。レポートの7個。レポートがいるはずだよねこれ。ちょっとすいません、ちょっと緊張しちゃいました。あの電気の。電気の停電直しに行ったら電気の停電の前。ごめんごめん、そうそう、電気のとこ入っていったの見たわ。うん、じゃ電気の中に死んでるってことか。うん、そうだ、何しに行ってんだあいつって思いながら、バキューカーも一緒におらんかったっけ、その時。その時ってどん時？ヒラがエレクトリカの中入っていく時で、俺だよ、一緒にいたの。あ、まあ、マオだ、ごめん、マオが。で、なんで入っていったやろっつって、左下下がっていって。そうで、O2 一緒に行って、7個もそこにいて、そう。で、一人残ってんのがスナイパーだから、うん、おそらくエレクトリカルの外から射撃されてる可能性があると思う。そうやね。で、でもエレクトリカルの外から射撃されたら、俺たち銃声聞こえるんじゃないですか？なんかそこら辺いたけど。左下じゃないと思うね。だから右の方や。そう、トリッピーもいたし。うん。うん、右の方から撃たれてる。エレクトリカルの右側から、多分停電撃って、停電に来たやつを殺そうとしてたんじゃない？確かに。だから浮いてる人じゃない？俺浮いてる。俺女性なんだけど、銃声はちなみに聞こえてない、女性からは。おお。おお。女性どっち？右？あ、右上の、あ、右上のやつか。あ、ごめん、メットベイだわ、メットベイ、メットベイ。ああ。メットベイ。怪しいやつそうだね。フルコンさん絶対違う。ムツさんは、だよね、リアクター直してから多分左には行ってないよね。左には行ってない。そのまま右に行ってる。行ったんだね。はいはいはい。わかんねえ。でも絞れてはきてるよな。トータスも浮いてる。うんうん、浮いてない。最後トリッピーと別れてちょっと移動したくらい。いたんか。中性あったら疲れ。ね、それまでは七岡さんといてたから多分ないと思う。ムツ。トータさんいたわ。普通に。うん。ムツイチ君ちょっと怪しいね。あ、僕結構左下にいたよ。俺だけなんだ。これやばいな。そうなんだ。うん。これね。濡れちゃう。
濡れてない、濡れてない、あ、やばい、濡れてないか、そあのね、マジ？マジ？マジ？あのね、早ポーラスだと最初みんな一緒のとこから始まるやんか。うん、あ、なるほど。塗るやつ狙いやすかった。そう。だからちょっとちょっとね、ベトベトになったわけだもん。クールを伸ばすわ。やりやすすぎるかも、買っといてないけど。すいません、このタイミングで。うん、あ、行ってください。はいはいはい。いらっしゃい。3秒強いんか。はあ。あ、3秒っていうよりその何やろ、塗りクール。あ、塗りクールが3秒。そう、塗りクールを、ね、塗りクール10秒。ん？あ、違う。あの塗る時間は3秒で、うん、その1回塗った後のクールタイムは10秒になってたんやけど、うんうん、ちょっとそのクールの10秒の方伸ばします。はい。はい、え、会議とか終わってもクールタイムにならんねや、アーソニストって。あ、なるよ、なるよ。だけど、そもそもの、あ、なった上で、あれか。塗りクールは20秒やから、あ、10秒にしてたから、割とついていけば。いやー、でも素晴らしい。結構固まってたもんね。そう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 。で、みんな同じとこ行くしさ。行列になってた、うん。全員停電直しに行くし、割と塗りやすかったですね、今回は。最初ね、ミーティングルームで一緒に湧くもんね。そう。みんな今日いつでもアーソニストになれるように伏線張ってたからね。確かに。別にクルーでも一緒にいるしっていう。そう。全員ぬるぬるで。作りに行ってたから。ね。え、これ結局スナイパー誰だったの？ごめんなさい、聞いてない。バケウカ。バケウカ。あ、うん、ちょっと決めましたよね。うまいなぁ。いやでもね、めちゃめちゃ当てにくかった。あ、当てにくかった。あ、そうなんや。やっぱ遠距離難しいかも。え、エレクトリカルどこから撃ち殺したの？当ててるからな。あれはね、どこだっけ？アドミンじゃなくて、ストレージかな、ストレージじゃない？うん。確かストレージから撃ち抜いたんだ。すげえ。おぉ、めっちゃ近いやん。すげえ。ただいま帰りました。いやでもマジで周りにみんながいると打てないから本当にきつい。うん、全然聞こえない範囲で打たないとってのが難しかった。あとごめん、あのグッチに質問なんだけど、はい、霊界って結局タスクできました？いや、やろうとしてないんでわかんないです。ああ、何やお前。というのもなんかあのね、あ、スナさん、ポルターガイストね、今タスクを放棄せず受け持つっていう機能がオフになってるから、うん、多分死んだらあのタスクがなくなる。なくなるね。はい、ああ、どうしようかな。自分が理解タスクできないのがポルターガイストだからか。あ、そうそう。ポルターガイストはタスクなしにしてるけど。あ、理解します。じゃあ理解します。大丈夫。いいじゃない。だ、初手キルの人はタスクなくなって死体動かしまでなれる感じです、はいはいはい。なんでやろうとしてないがスルーされてんだ。はい、まあ、ポルターかグッチはタスクやんなくて OK。なるほど。まあ、ね、まあ、ポルターだっていう原因が分かったんで、すっきりしました。OK、OK。で、なんかね、なんかダムド銃やと生まれへんかもな。なんかそんな気してきた。あ、なるほど。で、まあね、さらに 40% に増やしました。はい、おお、当たる当たる。40%生まれますよ。これはさすがに生まれると思う。はい。これさ、クルメイト絶対気がするもん。説明のさ、一番最初にクルメイトが 30% の確率でダムドに選出されるっていうのがさ、これ開始時ってことなのかな。あのね、噛まれた時なんかね。抽選タイミングが不明。この説明としか言えないから、うん、噛まれた瞬間の抽選か、うん、クルメイトってなった瞬間に実はダムドが裏に隠れる、うん。そっちな気はするな。そう、うん、でもクルーメイトってなった瞬間だったらもう 100% にしとけば1人は生まれるよね。うんうんうん。でもそれは初手切りの人が。メタ推理ができちゃう。あ、そうか。初手切りじゃんっていう。そう、初手に新キルされた人が絶対にダムドになるから。そうかそうか。そうやね、100やとね。だから、ちょうどいいんじゃないですか。そうね、そうなんですよ。はい、あ、じゃあ最初に死ねば死ぬほどダムドになる確率が高いのかと思って。あ、それはそうか。うんうんうん。なるほどね。やりましょう。はい。行きましょう。行き。よっ、おのちゃん。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、行くぜ。クルーメイト。うん、普通のクルーメイトですね。さあ、行くぜ。ピュッ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 。はいよ。さあ、だいぶ分かってきたかな。
これで。いやー、アーソが怖いねんな、結構な。ちょっと俺。アーソ警戒で、元アーソニストとしてアーソ警戒しておきたい、これは。ムツヒラスナザメな。オッケー。え、ちょっと待って。おい、もう早い。早い。あの、うん。僕通報してないんですけど、はいはい。エレクトリカルのすぐ外の外。出たばっかり。右側の外で通報ボタン光ってたんですよ。お、マジで。いい報告。そこでチラッとすれ違ったんがどなたでしたっけ？今多分自分だと思います。初手右側に、はい、ヒラさんと一緒に行きました。シップ降りてから右へ。うん、右側、はい、研究室のね。で、僕入らずに停電来たから、そのまま左行って停電直したって感じですね。あ、来た。本当ですか？あのね、最後のタイミングで停電を直した側から、俺、暗室のその左側にいたのよ。で、砂、陸、平が俺より右側にいたから、ちょっと難しそうに見える、俺からは。うん、うん、その3人はね。同じ意見。最終的に最後の部屋の中にいた。うん、そうね。研究室に入ったんはトリッキーとトータスです。ああ、そうです。トリッキーはどこ行ったか分からんけど、俺は奥まで行ってます。トータスさんは絶対やってないです。初手で多分トータスさんラボの方まで行ってます。僕はドリルの方に入ってタスクやってました。うん、ほうほう。なるほど。これ離れた位置からのスナイパー説ある？あ、もうある、ね。なんかありそう。銃声は聞こえなかったね。いや、だから。ああ。あ、そうか。だから7個が撃ってボタンもあるんか。うん、あ、奈々子さんはないね。俺近くにいる。あ、そうなんや。どうなの？自分はできてないんだけど、銃声は鳴ってない。取り引き地点は、戸田さんが、撃ったのはない。銃声聞こえてないです。うん、ああ。だから、鳥とオタスはないんじゃない、うん、場所的に。はいはい、はい。トータス地点トリッピーは分かんないかもしれないけど。分からんけど、でも、そこにおるんやったら聞こえてるはずやから、もし撃ってたら、うん、これって通報やっけ？いや、違う。ミーティングでの呼びです。ああ、なるほど。あ、そうなんや。ああ、じゃあ、奈々子さんも違うってことね。うん、バキューカが見てるから、うん、あのインポスター同士のラインでない限りは通常はありえる、うん、7よくはどっちか、うん、通常インポスターの紙はありえる通常いやでもいやいやもうミーティングまでたどり着いてるんであったらそうだよね、うん、厳しいと思う、グッチーって言ったっけ場所言ってないですよあ、そう協力的なやつおるっていうぐらい協力的な自分あれですよあの停電来たじゃないですか。はい。うん、あの無痛さんと一緒にエレクトリカルに向かってて、無痛さんがエレクトリカル行ったんで、自分はそのままあの左下、ウィラーの上あたり。あ、そっちに向かってんにゃ。はい。無痛それ見た？見てな、覚えてないかな。見ましたね。熱っ。おかしいな。熱がすげえ。じゃあちーちゃんになっちゃうけどな、どうなんやろな。ちーちゃんじゃないの？今んとこ最有力候補はちーちゃんになるよな。残念ながら。ね。で、よ。あ、やべ、ここめっちゃ怖い、アーソニスト。こんなんめっちゃ怖い。いや、俺ボタン押そう。塗られてそう、今のタイミングでアーソニー。いや、でも、クール20にしたからな。だいぶ長くしたんよな。ちょっと先楽すぎたように思えたから。だから、おーい、まだかー。あ、くそ！お化け。ダムドコンか、くそ。死んでる、死んでる、死んでる。これは僕が、あれです。会議室のところで停電中ずっといてて、でずっとバイタル見てて、フクロニキ死んだ瞬間に、はい、押しました。うん、何秒くらい爆弾ですか？うん、これ、うん、死んだ瞬間、死んでからボタン押しに行った。もう2秒前か3秒前ぐらいに死んだってことですよね。はい、はい、はいはい。キラさん、ムツーさん、砂ザメさんがエレクトリカルにいたので絶対できません。はい、キラムツトリ、はい、まあ、はい。同じです。はい。はい、そうかも。なるほど。トータス浮いてます。ナナコさんできないです。ありがとうございます。グチナナ、はい。はい。トータスさんが浮いてます。トータス、はい、標本室で浮いてます。最初、バケコは僕、保管庫、ストレージかな、あの真ん中上のところで浮いてる。ピラノさんのことを信じるの、うん、どっちかだね。ちはやもウェポンで浮いてます。セリフ使用しときます。あ、なるほど。はい。ちはやさんもいたの。この古恋さんの最終位置知ってる人はいないんですか、これ。わからずか。わかんない。
俺が管理室から除染入った時は誰も来てない。ウェポンルーム入ったのって誰？ウェポン千早です。でセリフしよう。はい。あ、うん、セリフしよう。はい、千早セリフです。あ、はい、はい、じゃあ二択だ。ちなみに、うん、あのグッチして七子さんはできないっていうのいただいたけど、七子してはグッチはわかんないっていうのってます。よどってる。じゃあ七子さんもできない。なんでそんなこと言うの？違う。あのボイラー室とウェポンルームの、はい、あの間のところで俺タスクしてるんだけど、ボイラー室のところの扉を開けようとしてるグッチを見たっていう状態なのね。まあそうですね。俺はずっとそこでタスクしてるんで、うん、グッチがどこからやってきてキル起こしてからこっちに来てる可能性はあるから俺はわかんないっていう状態。ああ、じゃあ初期。ああ、初期の二三秒の直近最後にあっただけってことなんですね、七子さんの。ボタンまで一番最後の位置はがわかるだけ。まあでも5、6秒ぐらい。ね、まあでも難しめだとは思う。まあ、もう一回締めたら大丈夫なんじゃないですか。うんうんうん、アイドルで見てからもう倒すまでなんで。うん、危ねえ、うん。まあそうだよね。確かに。まあなんで結局化けうかトータスの二択になっちゃうような気が。うん、せや。二択をしたらもうせや。いけいけせやせや。ね、どっちかに役職があるのか。いけいけせやせや。そうだなこの感じ、うん。役職はないですけど。うん。うん。だったらローラーし始める。オフィス右上抜けてってるんですけど、誰もついてきてないんだよな。フルコンさん。釣りましょう。まあまあ、僕からでもいいです。わかんねえ。こんなに言っちゃうかこれ。おお。割れた。すごい。おい、つめよう。めんだけど、負けうか、ゲームが。なんか、初手もあれか、うん、一番後ろにいた魔王を切った後、うん、ボタンまで走ってったんかな、ほんじゃ。そう、あの、すれ違いざまでやって、俺最初もう、びっくりしすぎて、スナイパーかと思ったもん。スナイパーかと思ったら、ね、スナイパー平っち側やもんね。うん、そうそう、通常インプだから、ね、今全部負けうかがやってる。そうやんな、すげえな。あいつが、これはね、まあ、お宮取るか、ダムドコンカかな。悩む。ああでもこれ2人3人来ちゃったねこれは。うん、おい今殺しただろ。ない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 。ええ多分化け床だったと思う。今目の前。え化け床は普通に直してたよ。あの上の化け床は何を見た、うん、何を見た。え今目の前で死体転がったでしょ。うん、化け床は何を見た。今化け床してんのことを難しいな。そうね、マップを見てたけど下からいっぱい人来てたのは見てた。3人ぐらいいたよね。俺とムツーさんが見たものを話すと、そうあの化け床が左を直してました。はい、でトリッピーも直しに向かったので化け床のすぐそばにいます、うん、で直ったからまあいいやと思って俺とムツーさんがあの戻ろうとしたところで今こうやって呼ばれたらトリッピーが死んでるって状態です。いやいやもうつい出てんの見たよ俺。え、うん、なので、俺が視点はないわ、うん、ってことだよね。化け床が殺してるか、うんうん、遠くからスナイパーで撃たれてるしかありえない状況。マジで。おでもさっきの容疑者だったからもう化け床もう釣っちゃうよ。これはさすがに言い逃れできないじゃないですか。いや、これで、僕の場合は僕が普通のインポスターってことになるよね。スナイパーではないよ、ね。まあ、そうね、うん。そうそう、うん。それは絶対そう。うん。ってことだけ覚えておいて。いや、意味わかんないな。さっきのも、うん、合わせると、ずっといっちゃいたいっていうのは正直、うん。それならローラーまで欲しくなっちゃうけど。合わせ技一本ではあるような気がする。合わせ技一本。あれ、技ありで一本に。なるほど、ね。でもさ、リアクターのあの位置殺すんだったら、俺か七子が先に当たらないとおかしいから、逆のリアクターから撃ってるとか、そういうわけわかんない、打ち位置になる。なるほど。いや、逆のリアクターから撃ってるような感じはなかったです。はい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 。はい、逆のリアクター、ドロップシップとかもありえるし。確かにね、電気スガーから撃ってたら、俺か、ムツさん当たるわ。それはそう。当たりそうな感じするけど。ってことは斜めから入んないとありえないって感じか。あ、ドロップシップからしかありえないかな。ドロップシップから真横打ちか斜めに打ってる、うん、斜めに打つことも一応できるじゃん。これでワンチャン東大さんが打って即ボタンはない。周りいる。いや周りはいてないです。お互い位置的にさ東大さんだからさ。いやこのオフィスからここに打つのは無理だよ。こんなこの距離は。いや打てる打てるよこのゲーム。打てるんだって。それ違くね。どうなんだ。いや全てを追ってください。おお。
あら、バケウカは何を見たか。何を見たのか。家政婦普通にやられちゃったわ。いや、なんか頭前で弾けとんことか言えばよかったな。くそ。バケウカ、いやでもね、うめえ。うまかったな。クレコンさんの死体が見られなかったのがきつすぎたんだよな。あ、見させたかったんや。そう、見させたかった。あのね、ピラノさんがね、あのボタン開いてたから多分見えなかったっぽいよ。ね、なるほどね。うん、あ、自分構えてて草。何があったんですか？今ヒラが銃構えてる。どこだ？どこだ？あのね、あの憑依でね、あのヒラに追っかけられる。へえ、あ、そういうことか。あ、ごめん、ちょっと早かった。いや、素晴らしい。ないも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 。スナさんどれぐらい濡れてんやろな。ウェポンが終わったんで、ちょっと終わった記念ってことでちょっと。ありがとうございます。記念なんだ。記念です、記念でした。まあまあ特に話すことはないかな。はい、押しといてなんですが、え、これ結局トータスさんもまでローラーするかしないか話だけ、その問題はできれば、ね、1個前のローラー提案した時にローラーしてほしかったんで、今やったらあんまり、まあ別にまあそれで落ちるそうってやったら全然人数的に足りてからいいんじゃないですか。いいんじゃない、ローラー、はい、ああ全然飲みますよ、その方がスッキリしないやったら、まあ、まあオフィスから紙ショットむずいと思うけどな。最初からいたしね、ずっと到達さ、まあでもそのローラーの場合はさっきのキルの候補者を擦り切るっていうあの流れなんで、まあ2回キルの候補になったバケリンから釣って到達さんまで釣り切る、当然アーソシストとかの可能性もあるので、別に釣りはなくはないかなと、なるほど、思います。まあそうね、白正面としてはそのもう一人トリッピーが死ぬ前からローラー死にしようって言ってた、うん、ぐらいしかないかな。もうちょい生かしてもいいかなって私は思っちゃうの。まあ、かも、まあ、珍しい。いや、卒業達の剣を持ってるかのような。ローラー強行犯ストップでもいいかなっていう。それはね、悪、あの足を救われる悪役の発言だよ。あ、マジで。そうか。それでトータさんに後ろからやられるパターンか。そう、ローラーの素のためが。こいつをもう少し生かしててもいいかなみたいなこと。大体やられるから。大体やられるから。あいつローラーニストやのにな。とうとう曲げたな、ローラニスト。でもね、トータさん印象白いから。局面だったら釣りたいはずだから、アーソとかの人でも。釣らなくてもいいんじゃないですか、うん、でも。そう、試しにちょっとね、制殺与奪をちょっとね。こいつ、トータさん濡れてないんや。首は繋がれてる状態よ。よし、やるよ、トータさん。濡れてんのか。すごいどうでもいいんだけど、うん、あの7個のアーソシストがちょっとだけ気になっちゃった。まあね。あるある。まあ用意してみるか。砂ダメ、トータスも濡れてるからもういいわって感じだね。うん。行きとけ行きとけって。とりあえず行きとけって。慈悲の心。あいつ。ほんま。よし。頑張れ。おお。おお。すげえすげえ。頑張れ。緑の車線が見えてる。これダムドかどうかも分かるぞ。7個現在呪われているって出てる。え？だから7個がキルされたらこれガードが走るはず。あれ自分があの憑依してるから呪ってるってことじゃない？あ、そういうことな。あ、そういうことね。あ、ない。あ、すいません。はい。はい。うえ。はい。めっちゃ死んでる。いや。よくないな。7個さんはキルしてないな。ヒラ超激ウキなんで、研究室から標本室に移動します。あれ、状況を説明すると、あの停電を直しに行きました。七個砂ザメで、で停電が直ったら、入り口あたりに千早さんが来て、で3人重なってその停電室から外に出ようとしました。で順番としては7個砂ザメ千早の順番に出ようとしたら、千早さんが私の後ろで弾けたので、砂ザメ目線は7個さんじゃないし、砂ザメ目線はまあスナイパーで確定です。あ、オッケーオッケー。さっきのまでのキルで、バケユカを、まあ、つって ほぼバケユカがインポスターだとして、釣ってるのね、さっきのターンで、このターン2キルが起きてるので、本来起きるはずない2キルが起きてるけど、2人死んでるってことは、おそらく千早さんがシェリフで吹っ飛んでるっていう状態だとは思います。うん、ああ、シェリフか。千早さんシェリフって言ってたので、ね、7、砂、千早で一緒に動いてて、千早さんが謎の死を遂げたので、
うん、まあ多分シェリフ氏に、あ、でその銃声なかったわ確かに。でその時点で7個スナサメもこれキルに関われないんで、そういえばスナイパーでもない、シェリフの設定で残り1位ピラノさん、ヒラさん、トータさんの中にスナイパーがいるっていう状態。俺距離的には近いってスナサメさんから言ってもらえんかな。聞こえ、あの停電入った時にウェポンから出て上までは一緒やったんですよ。うんうんうん、左側、だからその辺で撃ってたら割と音は聞かれそう。あ、ごめん、ちょっとトータさんご記憶にございません。ちょっと政治家みたいなこと言っちゃうけど記憶にございません。うーん、はい、むつさんはさ、あの砂さん、トータスさんと停電なる前一緒におったよね。あ、いてたと思う、多分あの、ね、コミュニケーションのところにいてた。そう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 、でその時すれ違ってて、で停電になって、うん、停電になってもうエレクトリカルに行くのが怖いので俺その辺うろうろしてたら、あのうろちょろしてる砂さんは見たよ。ほうほうほう、うん、狙撃場所探してた。あ、そうだね、あ、そういう風になっちゃうね。そういう風になっちゃうけど、うん、もオフィスからずっと七子さんとほぼほぼ並走したから。あ、まあそうだよね。その、うん、七子さんから多分スナイパーではないと言ってくれる。お、俺かーい。おー、メイヤー砲撃が、メイヤー、メイヤー強肩来たね。メイヤー強肩来た。メイヤーが、メイヤーキャノン。あー、メイヤー強肩来た。すげえ、ナイス、ナイス、メイヤー強肩、ナイス、メイヤー、すげえ、昨日疑った、ピラノ、あと1人だったわ、強肩発動、ピラノ、俺は取らんよ、俺は取らんよ、死ねんで、すごい、メイヤー強い、すげえ、メイヤーすごいな。あれ、これって千早さんを、うん、俺に撃ったってことなの？七子さんに。あ、七子さん。俺に撃ったんだ。はい。私撃たれたら終わってたわ、ちょっと。いや、そうだよね、なんか砂サメさんアーソニストだから死なないかと思ったら、ちなみにこのモッドアーソニストをキルできるかどうかの設定がないので、ちょっとアーソニスト切れるかどうかそもそも分かんない、ごめん。あ、そうなんだ。ちょっとやってみないと分かんない。あと愚痴つぼさんだけだったのに。あ、そうだった。そうなんだ、危ねえ。あ、そうやった。めちゃめちゃ浮いてたからずっと乗られなかったんだ。あー、なるほどね。じゃあちょうどいいかもな、これぐらいで。塗るタイミングなかった、全然。設定ちょうど良さそうやな。ね、残り、いや、割とね、速攻死んだりもするからね。うん、確かにね、噛まれて終わるケースもあるわけだもんね。全然ある、全然ある。今のところわかんないけど。あ、割と人とくっつくから死ににくいんかな。あ、それはあるかもな。それはあるかも。うん。ね、だけど設定的にはやめやつかったね。いや、すごいね。ね、これもね、カットなったわ。次カットなった。メイヤーってカットなったら使っていいんだ。メイヤーカットなって殺せんの超楽しいじゃん。怖いよ。じゃあ次行きますか。はい。はい、どんどん行きましょう。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、カットなったメイヤーの一撃が光った試合でした。それでは次に行きましょう。クルーメイト。うん、クルーメイトやな。さあ、これでダムド出るかな。よ。ダムドなりたいな。びっくりさせたい。最初は10秒やと思うねんな。アーソニストもちょっとばらけたいな。平取り、うわー。いや、俺はボタン押しに行く。平取りがいて、平取りが最後までいて、はい。俺はそれを尻目にボタンに行きましたよ。おー、バキューがいた。内房。おー、何？ですね、通報できなかったんですけど、ボタンになる直前に、死体の通報ボタンが光ってたんですけど、はい、リアクターの右側あたりですね。はい、リアクターの右側の根元、根元、右のリアクターの根元、根元、根元っていうか、その橋の手前、うん、で、多分トリッピー君は死んでます。7化け無理です。無理です。7化け、7化け無理。フルコンね、バキューカのすぐ右におんねんけど、見えへんか。見えません。
ああ、どこにどこにだの七バケは。あ、もうボタンのボタンだね。ところで2人で。あの俺的には。ちなみに俺もそのちょっと後ろにいます。見えてはいない。俺の後ろ？なんだこの後ろ？後ろ、多分フルコンさんの後ろじゃ、あの俺ボタン行く前のところだから。あ、右から入ったか左から入ったか。俺左。左か。あ、あんじゃ、ちょ、俺右から。あのね、俺ね、トリッピーヒラをまさにヒラが死体を発見したあたりに置いて。右回りで右からオフィスに入ってバキューカがボタンを押してて七子が左にいるってことは言える。だから俺バキューカの右にいるから、うん、おどうだい七子さん、それはバキューカどうだい。俺は出てなかった情報なはずだよ。一応2分の1はあってはいるよ。あ、え、そのえボタンの近くに バケさんもいたの。バケが押してる。ボタン押してます、むしろ、うん、押してる。ごめんなさい、ごめんなさい。俺は右側から入ってバキューカの右にいる。はい、で7個は見えてないから7個は多分左かバキューカの向かい、うん、なるほどね。それは言える、うん、はい、了解です。フルコンさん ルートってどういうルート。リアクターの右ら辺でそのまさにヒラが今死体を発見したって言ってるあたりでヒラ取りを置いて下に行ってる、うんうん、だから俺的にはヒラが一番怪しかった、うん、で 僕は研究室に入ってタスク1個やって停電まだ治らないなと思って一旦ルートっていうかそのリアクターの右まで行ったら死体ボタン、うん、死体のボタンが光ってそこで通報入ったって感じです。あ、トータス研究室より奥の星探すところに。あ、一緒に入ったのはそうかそうか、はい、トータスさんか。あ、うん、じゃあヒラからトータスは白出る、まあ、うん、白出る出る。あのね、停電中でもあの僕その研究室のあのなんか外のロケットのあれのタスクやってたから、まあ、トータスさんは戻ってキルしてる気はしない、うんうん、じゃあ、あとグッチツボさんとかちはやさんとか、ね、私とムツさんですかね。これすか、もう一回押しますか。もう一回押しましょう。あ、なるほど、ピラノさんと、うん、ドゥン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 。ちょっちょっちょ、はい、どうしようかな。バケユカがいて僕がいる。俺またこのボタン待機嫌なんだよな。なんかいっぱいいるな。今回は死ななさそう。ヒラスナがいるな。誰だ、ヒラやんな。ヒラとこれヒラのペットか。これはチハヤは IT もいる。ヒラスナチハヤは IT がいる。ちはやは IT が、あれ、これ、え、なになに、これセルフだと思います。あの、ちはやさんが、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、状況を説明すると、オフィスのテーブルボタンのちょっと待って、上の方で僕は、ボタン待機してたんですけど、ちはやさんの死体がバタって倒れるところを、そのテーブルの反対側、下の方でバタって倒れるのは見ました。見えん、はい、ごめん、ちはやさんどこで見たって。ボタンの方で待ってたよ。オッケーオッケーオッケー。俺ずっと心電図見てました。今だよ死んだ瞬間今だよ。それはそうです。あのね、ただ、うん、僕じゃなくて、で砂もいたよね、うん、上側に砂ザメいましたね。で俺も上側にいるのよ。で、あ、本当、うん、俺も上にいる。でヒラがいるなっていうのを確認して、砂ザメがいるなっていうのを確認して、ちはや YT の文字だけボタンの上あたりに見えたから、ちはや YT 多分下なんよね。うん、あ、そう、下の方なんだよね。でボタン越しに通報できたのはもうそれは事実なんやけど、だから俺からだと、銃が飛んできたか、停電で見えてないから下に誰かいたか、どっちか。だからセルフっていうのは訂正するわ。セルフじゃないわ、うん、平砂じゃないって言える俺だから、その3秒ぐらい前まであのボタンの下に待機したんですよね、砂ザメは、うんうん、でそしたら千早さんと2人きりになったからちょっと怖いなと思って、うん、上に移動したら千早さんが死んだっていう感じなので、俺ボタン構えずに周り見てて、あの砂が上がってきてるの見てる、うん、だからあのその状況を先に言った俺。下には誰もいなかったんだよね。YT はね、YT は言ったよ、その3、4秒前までは。え、じゃあ俺が心電図から撃ってる可能性になってくるの。いや、ないですないですないです、あの見てます。ピラノさんがずっとなんか、はい、あのいるの見てました。ありがとうございます、はい、僕のことを見てくれて、うんうんうん、だからまあ私が上に移動した隙に下から誰かが来たのか、スナイパーかっていう感じ。今、標本室と、あれ下に誰かいたっけな、なんか見逃しかな。今通報だよね、うん、俺通報、通報、通報、俺通報、光った瞬間に通報。そうで、スナさんも、スナさんも光ってなかったの、ボタン光った、
あのね、ちょっと開いたり閉めたりしながら周りを見てた。あ、なるほど、うん、で、砂さん光ったやんね。で、光った。ヒラッチは倒れるとこを見たやんね。倒れるとこっていう、あーそうね、名前停電治ってないよね。名前の方がいいな。停電は治ってない。ただ、あの、本当に真下にいたから。標本管理室の間の女性通った人誰ですか？はい、七子です。あー、じゃあそこは絶対ないです。僕と七子さんはないです。売ってもないです。今回のキルはスナイパーだと思うんだけど、倒れるとこを見たっていう発言が引っかかるので、ヒラッチはヒラッチでなんか怖いでいいんかな、合ってるかな、うん、ういいや、助かりますね。今のすいません、今の停電の、状態で確認したんですけど、すいません、誇張しました、はい、あの僕も、はい、林さんの名前が見えたぐらいで、多分死体がバタって倒れるのは見えないです。あ、すいません。まあ訂正なら、はい、まあでも突然なんかそのレポートが光ったからね、その気持ちはわかる。そう、うん、いやでもなんか、はい、個人的に思うのが、貧困崩壊名物チャイア TV、シェルフ特攻説もワンチャンあるんじゃないかってこんなスナイパー以外だとね、うん、ちなみにチャイア TV が突っ込んでた場合は、あの、うん、突っ込まれた側が突っ込まれた側の名前も見えんじゃないんかな。チハヤ YT はね、チハヤ YT って見えてたから突っ込んでたら、うん、それも見てた。ちはやワイコとかにならんとなんかおかしい。確かにそうだな。ひらくんに質問なんだけど、ひらくんはフルコンさんが上にいたのって見てる？見てない、見えてないからね。そのフルコンさんが下の方でキルした風に見えたの一瞬、うん、砂ダメは上にいたのが、うん、上にひらくんが待機したのは見たんだけど、フルコンさんが記憶なくって。本当に？あ、でも俺から目線ひらだなって見えてるから、あの、重なって、まあ、重なってはいた、俺が後ろかな、うん、な気もするから、まあまあちょっと、うん、ちょっとしたの、うん、なんか疑惑ぐらいなら、うん、俺からは平砂に今回のキルは出せるけど、あの、うん、さっきの倒れてるとこを見たっていうのでちょっと平っちょもう全然俺はねちょっとやらかしてるから、はいはい、もう全然俺怪しんでもらっても大丈夫なんだけど、まあまあ、それぐらいの感じだ。他の人はやっぱ聞きたいわ場所、うんうん、あの人誰ですかね。僕と七子さんはその管理棟の除染なところでスナイパーやってるんで、売ってもないと思います。はいはい、これ停電直しに行ってエレクトリカルの2枚目の扉を開けようとしたとこ、ごめんごめん、あの下から直しに行ってる、あのウェポン最初助けに行ったけど停電したから下から入って廊下の手前くらいかな、あの長い廊下のまで行けたような気がする。うん、まあでも初手キルのトリッピーキルの容疑者の千早さんが死んだので、あとはまあ魔王口が初手キル候補になるっていうぐらい。フルコンさん初手キルもろ候補でしょ、まず。あ、候補だけど薄め、要するに七子さんの位置を2分の1で当ててはいるので。いや、ちょっとそれなんかめっちゃ怪しいよ、砂染さんその意見。いやいやいや、いや正しいでしょそれは。え、正しくない、それは正しくないか。あれ、なんで坊さん怪しいな。え、トリッピーキルの方が怪しいっすよ。プチツボの方が怪しいっすよ。よしよし、喧嘩すんなよ。マオムツかな、両方合わせると。ただ1キルずつやから分かれへんねよな、マオムツ。あ、ちょっと待って、ここでも一応白取りに行っといた方がいいか、俺。あんまり容疑者ではあるもんな。ここ入ってないね。ここ入ってったから7バケは、じゃあ砂といいよ、砂といいよ、はい、砂と一緒だよ。白取りに行こう。砂と一緒だよ、ずっと砂見えてるよ。誰か来たよ、砂むつ、はい、砂むつ、砂むつ、砂むつひら、はい、おう、ナイス、ナイボ、ナイボ、トリッピーのキル候補者、あのフルニキは、うん、確かにミーティングの右の方まで来てたっていうような、事実があると思う。ナクさんの位置当ててるからね。うん、うん、でしょ。ただあの初手ってドロップシップからスタートして、
あのミーティング前たどり着いてる状態なんで、あのキルクール10秒だよね初手って。うん、そう、はい、うん、なので別に切った後に右からやってきてあのミーティングにたどり着くはあの動き上は全然ありえる。そんなこと言うなよ。ああ、なるほど。それはでも平野さんから否定されるな。こと言うなよ。で、平野さんで僕とか七子さんが見えてるっていうのもちょっと怪しいなって思うし。ああ、そうなんや。それもそうね。そもそもそのなんかリアクターの下あたりで平野さんをとチェ、トリッピーを置いてきたって言ったのがブルコンさんじゃない。あ、そう。そうね、俺な、三人でいて、うん、先別れたのは俺。で、その後の二人の動きは分かんない。うん。うん、なんで平野さんから出るの。フルコンさんのその色の濃さ的なやつ、黒目かな、うん、白目かなみたいなやつが、多分平くんが一番肌感で分かってる気がする。ああ、多分目悪いから分かんないね。ああ、了解しました。あ、なので結論、あのトリッピー候補のキル候補から完全に外れるわけではない。あ、もちろん、もちろん、あの、うん、両方外れないのは外れないのよ。うんうんうん、両方外れてない。だから両かぶりだったらフルコンさんつってもいいんじゃないのって思うけど。あ、ごめんごめん、多分、ね、でも両かぶりはいっぱいいるもん。うん、あのね、あのトリッピーの容疑者は、まあ、フルコンさんあの外れないんだけど、多分俺バイタル見てた時に、ああ千葉さん死んだってなってバイタル閉じた時にフルコンさん、うん、右から左に行ったような気がするね。え、それおかしくない？停電中だから多分それ2キル目やろ。2キル目2キル目。いや、それはありえない。でもそれグッチが見てないとおかしいってな話になる。見えてないし自分は、うん、あ、じゃあごめん、あ、むしろ白くなるけど本当にいたら、あ、じゃあグッチさんとあれかすれ違ったのか。いや、すれ違ったんですよ。あの、俺もうずっと張り付いてました、ピアノさんに。アンチキストかこいつ。違う違う違う、あの、謎の違う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 んですよ。俺、ピアノさんのことをアーソニスタと疑ってたんですよ。なんかあのカードしてる時に隣になんか水色のなんかいたなと思って。で、ちょっと一旦離れて、俺なんか今いなかったかって思って、その俺に油塗ったやつを拝んでやろうと思って戻ったら、ピアノさんいて。そうそう。で、あと、だ俺は容疑者だけど、あの、うん、いろいろ自分が白い情報を出してて、ただただガン浮きのマオムツと別にそんなに濃さは変わらないと思うから、俺をそんな押そうとしてくるの。あ、ムツーさんは1日目、いや、押そうとじゃなくて、さっき完全に1日目のあのあれがあります。あ、アリバイがあります。ムツーさん初日無理です。初日無理です。ムツーは初日無理がずっと一緒にいたんで。うん。うんうん。です。よいしょ。おい。さあさあ、砂ムツ。ちょっと待って、これでもね、白取りに行きたいねんな。グチといるか。あ、これボタン押すか。ね。グチ、あー、停電直しに行こう。ね、白目を取りに行きたいので、停電直しに行きます。なんかグチどっか行ったな。はい。七子がいる。そう、こういう時はね、黒くなってる時はちゃんとサボを直す。七子が来てた。はい。砂、むつ。はい。すんな、むつ。あれやるか、一応な。むつ。うん。うえ。七個。はいはいはい、はい。左下の、ボイラー室というか、うん、ウェポンからこうボイラー室の方面の部屋入っていくところの下開けて、うん、配線してる時に上のドアが開いて、そこから真央さんが来て、その後ろに、なるほど、下です。え、俺下からだよ。いや、上よ。上のドア開いたもん。いや、俺じゃない。多分だから七子が開けてるよ。マジでマジで、そういうことなんかな。俺下から、それは分からん。ごめん。俺は下から入ってってる。コミュニケーションで通った人。確かにそうね。あのコミュニケーションで合ってるから上から回ってきたんでしょ、早いな。そうじゃない。うん、で、俺その後ウェポン行ってでボイラー入ってってで、あのトータスと一緒になってるから。うん、ああ俺じゃない、だから真央さんに関してはちょっと訂正しますわ、うんうん、ただ上のドアが開いてそこ行ったら死んでた、うんうん、じゃあその長細い廊下あたりで死んでるってこと？あ、違う？そうですね、長細いこのセキュリティとボイラーの間の細い廊下の下側、うん、あのね、停電中にエレキの前で会っててそっから下行ってるわ、七子は、うんうん、だけど俺その後あの停電を俺が直してるのを見てもらってるし、今回はもう白取りたいからちゃんとサボ直しに行って、でムツがダウンロードしてるのを見ながら左の配線をしてる。あ、うん、左の配線してる。最終どこ？そしたら最終配線、セキュリティって書いてる上の、穴の右、うんうんうん、ムツは保証できる。あれ左に行きましたっけ、うん、右に行ったと思ってたけど気のせい。あのムツを砂ダメ、右砂ダメが行きます。砂右やね、でももう左に確か誰かいた気はする。あれ鳴る直前っしょ、その下まで降りれないっしょ距離的に。下までは降りれないと思うな。見てない。下に降りたのは見てないな。うん。
うん、左の容疑者というかアリバイ取れる人見てほしい。で、あの切って抜けてるから上に多分トータスが入んにも見てないんであれば、うん、下のドア開けたの僕です。切って上に抜けてるの見て、まあそう、上に抜けたらまあフルコン無痛に発見されちゃうもんね。うんうんうん、うん、で無痛がアリバイ取れてないんだったらフルコンさんは疑い位置にあると思う俺は。え、なんで、そう、ちなみに割とフルコンさんは、まあ、そのえだって左浮いた、ちょ他の人の場所聞いた方がいい、まあ、絶対、うん、あ他の人の話は聞きます。スナダメバケウカは研究所に最後いたので無理ですね、はい、俺はさすがにマオシに入れるな。ヒラウキウキで研究室ずっといました。ウキウキです、一人です。これは気分の問題。ヒラ研究ウキウキです。ヒラの標本室です。うんうん、おー俺に来るじゃん。武術ボート行くか。よし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 。誰かと行きたいよな。あ、なんでやねん。なんやねんそのフェイント。俺は入るよここに。なんやねんあのフェイント。あ、俺が怪しいからか。もうボタン押しに行こう。ほんじゃはい、うん、研究オフィス電気なんか、ん、うん、マジ、何、誰と誰見逃したな。スナザメさんとトータス、トータスさん、うん、ナート、うん、スナトータス、ナトータス、うん、俺ボタン、ボタン、ボタンしてる。で研究にそのちょっと前にアドミ見てて、あ、なんて言ったっけ、俺あれ研究にのオフィスに誰かいたよね。1ぐらいペテって映ったような気がする。あ、オフィスグッズボです。あ、グッズボか、はい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 。で左の方に2。左の方に研究には見えた、うん、研究には多分バケヒラかな、うん、うんうんうん、バケヒラ、ピラノは外です。ストレージの右です。ストレージの右、ストレージの右、え、いた、え、ストレージの右、え、いたかな、うん、右の、うーんと、一応僕今ラボ入ってちょっと歩いたところだけど、はいはい、まあ後ろにいたのかな。じゃあわかんねえな。ん、ラボ入ったとこ？いやもうそ、外だよストレージの。ああ、だからまあじゃあ後ろにいたんだな。うん、あ、だから、うん、いや、まあ、マオさん臭くないですか、うん、ちょっと。これはなんで？そうよ。うん、グッチ俺最初右行ったん見たしょ？女性入っていきました。平さんとフルコンさんは最初。そうそう。こっちに死体がないんだったらその二人無理で。うん。バケウカさんもそっちにいたなら違う。うん。そう。うん。で、俺白で、ムツーさんが俺白で、俺白で、マジで許す、俺白では分からんが、まあ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 、自分の容疑はね。おい、愚痴つぼ今までの位置全部言ってなくね。いや、でも俺は誰か CO ない、 CO 俺からはさすがにマオだよ。もう、あの、俺に塗られてる感覚がすごいあったし、いや、俺逆にフルコンさんに塗られてから俺フルコンさんにターゲットを絞ってるぐらいだから。え、俺塗ってはないやん。え、だって俺じゃないっていう最初の初的に、だって魔王と愚痴壺のあのそう容疑で、え、でも俺、え、ちょっと待って、ここ違う違う違う、俺が言われたから魔王に言ったんだ、うん、それだったら浮いてる魔王とは濃度一緒じゃんって塗り返したんだよ。最初にあの会議室のところで3人いてフルコンさんが怪しいって言ってて、その砂澤さんが死んでるから魔王に入れます、死んじゃん。だからこれフルコンさんが愚痴てかこれ釣りミスしたら負けるから、まあまあ、あの、ね、ミスらないためにボタン押してくれたら、あーすんごい硬いし信用ないな。え、これちょっともう誰かやって、どっちか、フルコンさんかグッチでいい、どっちかでいい。おっと、じゃあ俺は直しに行くよ。ボタン使ったからな、とりあえずな。いや、さすがにこれは魔王やと思うよ。うん、ん、なん、あ、これ
あれ誰かミュートミスってんかと思ったで俺がミュートミスってんかと思った。ワン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 って聞こえたけど。おないぼいいボタンですね。おー死ぬねーこのボタン。押せるんやとかしてね、うん、はい、これ白いな。白いこれもうダムドゴがもしね生えてたらもうこの時点点で釣れてなかったら負けてるし、はい、そうだね。どうなんだろうな、これ。この時点で負けてるの？3人3人になってるから、3、3やから負けてる。アースって人外扱いなんだ。アースは別物やから関係ない、うん、アースが釣れてない可能性は全然ある。だからあのダムドゴはインポスターだから、うん、うんね、あ、そっかそっかそっか、そう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 。だ三人外は、あ、三インポスターはないって話か。うん。うん。そう。で、二人残ってたとしても、グッチがここでボタンを押してくれたから、グッチがもし黒かったら、まあ、ボタン押さないよなと思う、まあまあ。ちょっとグッチ普通に白いかなと思う。キルか、キルしたら勝てるもんね。うん、そうだね。でも、グッチさんマイクミュートすけどね。そうだね。うん、なんでない。強いな。なんで黙秘権発動してんねん、ここで。あいつ。いやでも居場所は喋らない。意味わかんねえ。絶対喋らない。あいつ。ここでもすいません、聞こえます？あ、はいはいはい。聞こえます。ヘッドセットがブチ切れちゃってちょっと音が聞こえませんでした。あ、オッケーオッケー。おー、はい。あ、そうなんだ。で、どうなりました？グッズボタンかなってなってます。俺でも俺やってない。なってないやなってない。いやいやいや、逆にこの状態でボタンを押してくれるグッチはちょっと白いかなって。ああ、見えるってだって。ですよね。だインポスター2位いる可能性は普通にあるからな、はい、今。うん。で、その中だったら。あるから、もう一人釣っときたいな。そう、釣っときたい。うん、絶対一人。だから どうする？マオ君の遺言。え、でも、じゃあ、マオを釣ったってことは、インポスター3の可能性でマオを釣ったってことは、むしろ俺、隠しろ進行じゃない？進行的に。いやー、でも、まあ、でも結構、その今までのキルで2回入ってるから、そう、フルニキも一応、ケツっといた方がいいんじゃないかなと思ってんだよね。え、いや、最大にいらないか。まあ、俺じゃん。うん、進行的には。で、3人いる場合に、もうマオを釣って危なかったようだから、うん、で2になってるから、まあ、でもまだうん、うん、あのいや古川さん釣りたいな、これで終わってないんやから、俺釣ったらまず、俺釣るのはまずいと思うよ。いやー、まあね、でも今までの、いやいや、全部に絡むのがね、これはね、ヒラッチ言い出したヒラッチがちょっと怪しいと思います。あ、でも俺からは結構見合ってるんだよな、僕とヒラさんで、うん、あれに生きるってあったっけ、平化けか、 あったな、最後の時あったんじゃない、うん、最後に俺が右のようだ。よーし、フルニキナイスナイス、おお、いいね、なんとかなんとか。まあまあ、でもあれ、進行上もうあれ、マオシ格インポスターだよねっていうのはすごい その通りだと思う、多分、ね、うん、だよね、ダムドがいるかどうかで、うん、いたらおしまい理論でしょ、多分、うん、そう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 、うん、ダムドいない進行だったね、今のはどっちかっていうと。ダムド出てなさそうか。なんかダムドね、いないね。出ないんかな、ない、ね、出てないっすね。出ないっすね。50まで上げたんやけどな。一回100にしてみっか、じゃあ。もう、分け床がゼロ距離だと打てないだろうって思って、スナイパーのインサイドついて。普通のキルすればいいじゃん。今なら打てる。別にさ、今なら打てるぞ。普通出せ、10。できないの10出せ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 10出せ10出せ、あ、でも、いや、でもめっちゃゲーガーするもん、これ打てんねん、こいつキャラコンだけだけど、これ打てんねん、ズルだろ、こいつマジでこいつマジズルだろ、ベタ好きで来よる、ベタ好きで打たせようとしないし、確かにベタ好き強えな、俺次使うか、マジ卑怯、こいつ距離離れた、撃て殺せ、撃ち殺せ、うん、撃ち出そう、すげー、撃ち出そう、撃て撃ち殺せ、絶対撃ち殺せ、あー、一箇所にとどまってないちゃんと、銃出すの怖えだろうな、これ、いや、怖いよ、出せねえよ、これ出せねえな、これいろんなところで銃出せない、怪しんでない、もうもはや、おーねえ、釣れよ、これどうするか、サボ何入れてほしいかな、うん、停電張り付いちゃってますもんね、サボ、これだ、これ苦しいですね、うん、ね、リアクターで撃ち殺せ、ムツどっちだ、ムツさんのこと、あ、撃ち殺せ、撃ち殺せ、銃を取り出す、
銃取り出すさすがにリアクターとか取り出すまだ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 しまうあれええよてんのかムツさんこいつムズそうやなスナイパーいや無事業これみんなに見られるのやだなやだあボタンを押すあたまらずおおいや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 まさかのどっちかに人外はいましたね、うん、いや、うん、あの真央くんかフルニキってことよ、ね、そう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 まあまあこのキルペースだとねうん、でスナイパーなんじゃないかな、うん、ラストっていう感じですよね。そうだね、ちょっとポジションがなかなか見つかりづらいから、うん、攻めあぐねているかと思われる。うん、えバッケさんとムツさんはなんで2人で逆にあいや僕はずっと一緒にいたからスペシメンあスペシメンからずっと最初からずっと一緒にいたから、うん、なんかもうお互い白取れるかなと思って、うん、あなるほど。ムツさんが右下に最初標本室に走ってったんでスナイパーあるかなと思って銃出せオラってぐるぐる回ってました。うちつぼがやってる。仮にスナイパーだとしたら絶対出さねえから出したら全力で逃げるんであそう始まるんだ。スナイパー、ね、スナイパーかあの一番最初の停電直したのヒラッチでうんうん、で、うん、その後なんかすぐ治った。で、それ私ですね。ん？いや、一番最初。ああ、だから、一番最初だよ。一番最初は違いますね。そう、1回目俺直して、2回目じゃあ、グッチ。そう、2回目の方が早く治ったってことですよね。うん、うん、そうそう。そうね、で、グッチさん、その後ずっと、はい、エレキのところに、いつ停電が来ても俺が直したらぐらいの感じで、なんか、まあそうですね、部屋から出なかったよね。白いので、ちょっと。俺は白いので、はい、白いので出る必要なかったんでちょっと、うん、あここで言おうかなってスナイパーさん狙いど、うん、狙い時ですよ、うん、ちゃんとあの車線もずらしてるんでもうおおでレレレレレしてる、はい、レレレしてるし隅っこいるんでこれなんかアーソいなそうな気してるアーソは多分もう噛まれてると思う、うんうん、多分ねもう負けてる、うん、終わってそう、うん、いやそうだよ、ね、あのいい、ね、今までのペースだとアーソいたらなんか終わってそうだよね、うん、えニキルが起きた時に白い人はもう白なんじゃないですか、うん何回目だっけ？どこ？生きるどこだっけ？ピラノさんがずっとバイタル見てた回。ああ。ピラノさんがずっとバイタル見てた回。時ですね。停電してあのなんか円卓の下で今倒れた、うん、倒れてない議論が起きた回です。グッチがずっと見張ってた時のやつ？そうだね。あん時のボタンの近くにいたのはこの中ではバケさんだけか。うん。うん。バケさんいたっけ？そのさんいたんあれ？バケさん、バケさん、スナさん、じゃないの？あれ？界隈みんな死んでる気がするんですよ、ね。テーブルの周辺界隈。俺以外、俺以外全員死んでる。円卓会議勢はもうみんな死んでるから。俺以外ね。あ、そうだ、平さんもそうだ。さあどうなる。おお、くちゃった。やったバケウカやってたなあいつ。マジで。いや今日の一言だよ。やってんな。最低だと。今日の正直に走っていくの見えたんでって。スナイパーポジションに待機してる。来たスナイパーポジション。もうね、あのもう入ってきたつうとここに。そうじゃ。入ってきた瞬間で言うと。大きいやろ大きい。銃出せ早く。ガチ構えて。銃出せ。あ、なるほどね。それいいね、それいいね。よし、いけ。気持ちわかるぞ。で、気持ちわかるぞ。サボの方に、サボの方に撃て。撃て。あ、開けん。うん。うん？なんだ？出さない。どうすんだ？撃ちやすいとこへ。さすがに遠いと。さすがに遠い。近くから撃ちたいなと。ひよってんじゃねえぞ。撃つ。もういけ、もういけ、もういけ、もういけ。もう撃て、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 撃つ。撃つ。まだ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 。いけいけいけ。パソコンあるぞ。お前何？いや怪しまれるぞ。すぐ。何拾ってんだよ。そろそろ出せる。あいよいよ。そうだね。もう行こう。あいやちょっと近いか。どっち打ちたい？どっち打ちたい？打ちたいもう。バケがつくやろ。行け。行け行け行け。リアクターで2択取るか。いやせ。あでもこっからだったらエリキも狙える。停電とかでも。どこちょっとやりたい方やらせよ。どれでもいいんじゃない。ちなみにこっから本当にほぼ全部。ああ、OK OK OK。あいねいねいねいけ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 。うつや。あそうそうそう下行って下行って。なんで行く。下行って。うつ。うつ。あいやここで。なんで。逆に向かって。逆に向かって。あ逆に向かって撃った後。右に撃て。右に撃て。右だ右だ撃つ。撃つ。
った。出てないだけで。あ、出してるんですね。出してんのかな、もう。あ、出してるんかもな。そうやな。見えてないだけ。あ、見えてない。かもね。なるほど。なんなら打ってるんかもしれん。確かに。打って外してるんかもしれん。ああ、それまであるね。あるある。霊界から見えないんかな。もう銃で殴りたいだろうな、直接もう。ねえ、殴りたいだろうな。なんでこいつずっと見てんだよ、バイタル。こいつなんだ、マジ。バイタル狙い、バイタル。バイタル狙い。撃つ。あ、これは撃てる。さすがにこれ撃てる。バイタル、バイタル。もう、もう。これ疲れます。どっからちょっと離れて。狙われてる。こんなに見えない。ああ。あ、なんかサッカー日本を応援してる気分になってきた。頑張れ。打て。打て。自分で打て。自分で。PK 決めろ。こいつになんか勝てるわけないんだから、打ってけ打ってけ。PK 決めろ。もうボタンない。ボタンないよ。ムズさんボタンないよ。打っちゃダメ。PK 決めろ。負けるぞ。うん。もう愚痴つぼがタスクやってるからな、珍しく。霊界全員やってんだよな。霊界やってる。ヒラさんもやってる。あれ、課長、課長がね。課長かな。うん、まあ慣れてないから、まあそこまで。5ぐらいだった、さっきの回で。ああ、オッケーオッケーオッケー。撃て！よし、やれ！来るかー。撃つしかない。撃つしかない。もう、もう撃つしかないって。ゼロ距離で行こう、ゼロ距離で。もうゼロ距離で行くしかない。もう目の前で出すしかない。ムツさん、自分がスナイパーって知ってる？銃落としたどっかに。銃落としたと思ってない。おい、ムツ。あれ、ピラノさんもいない。ピラノ、知らないで撃ったか、もしか。あれ、苦しんでる。ピラノ死んだ、もしかして。なんかピラノさん見えない。バイタル見よう。バイタル、スナさんが確認してくれる。あ、ちょっと待って、バイタル。あ、いや、頑張って、タスクやってる。全員ご存命ですね。全員ご存命で元気な姿が見えてますね。うつ、ボタン押してるから。もし、え、これ銃落とした。なんだ、銃みたいなの持ってるから。確かに、銃みたいなの持ってるから。そうね。そういうこと交換したんじゃない、どっか。顔まで続けてるから。右。あああああああ、直して。うつ、ここまで日和るやつじゃない。せやね、あいつは撃つよ。だからね、撃ってはいると思う。なんか停電とかやっぱやりやすいかな。停電するか。そうかもな。確かにちょっと銃が出てるの見られちゃうから。ね。そうそうそう。俺らからの離れて。さあ、この辺から。あれ、俺サボタージュ消えた。え？え？サボタージュが撃てない。できない的な。あ、でも、あ、撃てる。壊れた？なんかアイコンだけ消えてる。バイタルもう一回見よう。バイタル。おお、あれみんな元気。よし、撃て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 。いけ。ムツさん、ウテヤンバフとか入ってない。大丈夫。なんか入ったそうな気がする。やったら霊界、やったら霊界に言いに来るとは思うねんけどな。しかもボタン押してるから押せない。どうしようもないバグやったら。今左上とか打ったんじゃないんか。どうやろ。ちょっと今ちょっと霊界からメッセージが、ちょっとムツさんの心のメッセージが。うん。あ、来てる？やっぱり。あ、来てる？皆さん、弾が出ないです。打てません。あ、そうなの。弾がジャムってるらしくて、ちょっとなんか。あ、これはもうさすがに終わらないっすわ。やめますか。やめよう。やめよう。これは終わろう。伝えられない。どうしよう。伝えられない。ギブアップ。ギブアップって聞こえない、みんなに。あ、そっか。で、ボタンもないんじゃない。ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだ。普通がぐちゃぐちゃだ。なってる。なんか、弾制限ってか、どうしたらいいのかな。まあまあ、弁当にも入れないって、ムツさん、かわいそう。そうなんか。ピストルごっこしてるだけやんか。あと1、タスクあと1。タスクあと1です。はい。ピラノさん応援しよう、みんなで。ピラノ頑張れ。ピラノ頑張れ。これ、これ、どう、あれ？あ、終わりよ。あ、終わりの。うん。うん。そう、ちょっとバグってる今。なんかバグった。スナイパーバグったみたい。あの、ムツの顔がちょっと泣いてるの、マジでウケる。本当だ。悲しそう。バグったか。平野さんのこれで終わりだね。まあ、しゃあない。うん。しゃあね。弾の数とかがなんか制限あんのかな。ナイス。いや、ないよ。ないんだけど。お疲れ様です。あ、突然出なくなったんか、弾が。ほんじゃ、最初撃ててるもんね、2人。2発倒してるもんね。うん、砂溜めはスナイパーでやられたから。ねえ。え、これジャムったか。ジャムったな。もう何もできない。視界が広い。クルーとかしてたよ。そういうことか。あんまなくなったんだ。そうなんや。
最初の日夜な日夜な言われてたのに霊界で。そう。絶対言われてるだろうなって思う。早う打てって絶対言われてるだろうなって思います。弾制限はないです別に。はい。弾制限ではない。単純にちょっと調子悪くなっちゃった。多分ちょっとそうなのか。おかしくなっちゃったっぽいな。はい、罪悪感に苛まれたか。ちゃんと当ててる。あのスナイパーライフル落としちゃった。ね。落としちゃってちょっと打てない。でね。あダムドなかなか出ない。出ないのでちょっとねダムドね 100% で一回やってみます。だからインポスター的には最初にキルした人が必ず一回ガードを走ると思うので。あのそもそも動くかどうかの確認も込めて。もしくはダムドっていう役職が誰かに配られるのかもしれないですけどね。あ所定で私はダムドですって、うん、まあかもなどっちかわからんね、まあ、やってみましょう、うん、やってみましょう、まあ、とりあえず見てみて、はい、はい、じゃあ、はい、行ってみます、はい、お願いします。頑張るぞ、はい、お前よく頑張ったよ、お前よく頑張った本当に、うん、しゃっ、うわマジかまた来ちゃったよ。第2回決めちゃうよ。7個。ああ、ひらっち7個。ひらっち通ろう。あ、ひら7個がいた。ナイス。オッケーオッケー。ああ、よかったー。はい。取りしろ。ダムド出た？これダムドになった人いるんじゃ？そうだね、もうダムドいるね。あ、でもね、一応ね、使用上は自分がダムドであることは死ぬまで、うん、攻撃されるまでわからないとは書いてたはずやから。うん、なるほど。キルされるまではわからないと。うん。キルされるまではわからないはず。はい。でもアーソニストとかがぶち抜かれる可能性ありますよね。あ、それはあるよ。いきなり、うん、あ、そうだね。適当にキルしたらアーソニストはありえる。うん、ああ。うん。怖いね。バケチ派で直しました。はい。ナイス。了解です。ナイス。えらいよ。これはアースをやり、さすがにこれぐらいはいるな、うん、これぐらいはいるわ、ちょうどいいような気がしている。はい、シャコトゥルン、うん、うん、なんか怖いんだよなって言って、で、早場 IT に塗ったか、塗れたな、あ、塗れてねえわ、うつきた、一人濡れた、うん、直せるぞ。はい、左が2つ上がりました。はい、で、うん、ルーン、おおー、グッチか、あのバイタルを見てて、うん、ウツさんのろうそくの火が消えて、うん、ボタンを押していきました、うん、あ、3秒ぐらいか。だったら結構ちょっとね、1秒ぐらいちょっと放心しちゃったので 4秒で。4秒。4秒。4秒。はい。消えたからっていうのが本当に1秒かな。はい。1秒ちょっと放心しちゃったから4秒ですね。だったらあの電気直した組が結構白くなるんじゃない？平さん、千早さん、フルコンさん、うん、あと僕が一応電気に。そうだね。この4人は大丈夫。ひらちは、ごめん、もう一回言って。ひらちは、ふる、ふるむつ。はい。うん、ね。が、電気室、うん、で、まだ電気の上あたりおる。うん、つか、普通にグチツボ見た人はいないんすか？グチ見た人は。わかんねえ。見てない。いなさそう。ああ。標本室の方へ行って、戻ってきて、最後、女性のところで平野さん見てるんで、はい、平野さんはスナイパーではないです、うん。で、多分その辺通ってキルしてないと無理なんで、多分平野さん白やと思う、今回。俺も多分課長はバイタルがこうあるから、うん、課長白っぽそうな気はする、うん、俺最後そこ置いてきたからルート的に切りようがないから、うん、実はその除染室の真上にトリッピーメッドベイの右端にいます。あれメッドベイ右端、あ、ごめん、左が管理室側、除染室はそう、うん、下の方よ、あ、下の方です、あ、ごめんなさい、うん、そう、オッケーです。トリちゃんの位置は、俺の位置はメッドベイの右だね。停電の時に七子さんと一緒にラボいて、うん、うんうんうん、七子さんはどっち行ったんだその後。俺はちょっと待ってね、あ、メトベにいるんだ、あの、うん、ラボと俺はその実験所のところのタスクをやってます。なるほど、まあまあそこら辺にいるんじゃないかなって感じする、うん、はい、うん、
俺ら2人とも多分停電になってから別れたからキルはできるね。その時にグッチに会ってたら。あ、白は出ないのね。白は出ないね、うん、2人ともお互いに。ああ結局近いところに容疑者はどなたになるのかしら。バケユカとマオは僕は。あ、俺だから最後のとか課長置いて出てってるから。死体がどこかわからん、まあ、から、まあ、だから俺はだからどこにグッチがいるか知らんけど、うん、あのどこかにいたんであればやれる可能性はあるけど、あの課長は白で出せるぐらい、うん、はい、トータスも表紙の方にグッチさんが言ってたら無理、あのあります全然、うん、まあ、4秒以内にキルができるって、うん、わかんねえことあるんだ、まあ、グッチの場所がわかんねえからな、うん、そうそうやねんな、絞れないんだよね、ぶっちゃけ浮いてても、うん、ね、まああのどこにいたんだ、停電直した組が白みたいな感じでいいんじゃないですか。そうだね、うん、そう、はい、うん、砂さんがキルして方針した可能性はあるもんな、確かに。うわ、何それ何今のねえ、藤海慶がいる、怖いよ、砂ざめといいよ、砂ざめといいよ、はい、砂むつ、砂むつがいます。ちょっと俺ここに。うん、ね、うん、むつ、フェイクタスクじゃね？あれ誰だ？これ誰だ？ピンク誰だ？あ、トータスか。はいはいはい。うん。トータス。はい。ボタン押しに行くか。ね。トータス、トータス。おぉ、ないよ、白、おぉ、ラスカル勝っちゃうよ、俺白、めっちゃ白い、印象白い、うん、白ラスカル、白プリプリさん、隠しろでおきます、やったぜ、早くない、アートとかの可能性あるからね、エレキ気味もいるから隠しろです、おぉ、すごい、すごい、ただのマジの勘だけどグッチアーソな気がする、おぉ、あのこういう不憫な死を遂げそうっていうのはある一人でピトってくっついたら殺されたんやろ、よし、うん、左行きたいな、よし、七個トータスね、あー、さらに白を稼ぎに行くという名の油塗りをしに行く、誰も来てねえじゃん、おい、ちはやワイティスナザメ、鳥、おい、バケユカ、あ、おお、バケユカ、あ、あら、おい、違うんですよ、あれ、え、違う、現行犯、マジで違くて、研究室どこだっけ、ちょっと待ってね、右下、うん、あ、そう、右下の除染か、バーってやってるところで、うん、右上の方に配線があるんで、それをやって終わったと思ったら、もうその女性のど真ん中にトリッピーの死体が入ってて、うん、ほう、でドアがウィーンって開いて、ムツーさんが入ってきて見られたんで、まあ完全に僕っぽいですけど、僕シェリフなんで違うんですよ。お、シェリフ、そんなシェリフ毎回引くかいな。え、でも他出ない。ああシェリフは一回ね、一回女性の左の扉がね、パって開いたので、あ、誰かいるんだと思ってついてったら、そこにトリッピーの遺体とバケユカオンザトリッピー、違う、トリッピーオンザバケユカノットリクセみたいな感じだったから、そう、あ、やっちゃったねって思って、だから誰か入ったはずなんだ、女性の、だから、ね、いや、なんで誰もいないんだろう、だからスナイパーしか僕視点はありえないかな、だって女性中に死んでるから両方どうするので、銃声は銃声聞こえた、銃声回りほしい、なかったと、電気室付近でなかったです、なかったです、電気室付近はない、はい、研究室の方で一人タスクをしてたんですけど、そっち方面では銃声はありませんでした、うん、うん、でもセリフは合ってる、合ってる、うんうんうん、合ってるというか停電したから分かんないけど、途中で、うん、なんか同じ方向には向かってた気がする、うん、愚痴取りシェリフ説、平さんだと思ったんだけどな、女性に入ったの違ったんだな、うん、女性入ってないよ、まあ、研究室の方であのタスクやってる、まだ、あ、そうなんだ、バケユカはじゃあシェリフ市長のスナイパー市長、うん、あ、そうな、だって密室殺人が完全に完成してたからね、その女性してる最中だから、うん、
まあ確かになんか俺に塗ってこないのなんかちょっと変な感じだけど、いやもう全然だってシェリフだしまあね、じゃあ多分シェリフの出し方が、あ、なんかねちょっとやけくそセリフ感もちょっとあったよな、ちょっとあったよな。でもでもまあでもまだ2人しか出てないからな。マキウカ目線無痛はないの？ない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 、ないのか。もうすでに死んでたの。死んでた後に除染がバッて開いて、そっから無痛さんが来たから全然違う。えこれ本当？ちょっとスキップしてスキップセリフ。ちょっとこれセリフ危ない。誰か殺します。やば、誰もいないんで誰か殺します。やば、マジ。いやなんかセリフ白かってんけどな。声声バキューカと言いたくねえうん、あやばい。これでもね戻ったらね、キビス返すとねちょっとさすがに怪しいんだよな。うん、なんでここはねバイタルでも見るわ。1,2,3,4,5,6、 あ、いや今数えてもしゃあないよな。1,2,3,4,5,6,7。これ7秒前ですか？え、ちーちゃん7秒前。これ俺もうバキューカ釣りたい。ずっと追いかけてきたバキューカ。マジ怖かった。え、でもずっと追いかけてきたってことは。いや、バキューカちゃんと巻いた。巻いた後に死んでる。あの、知らんけど、バキューカがやったかは。あの、O2 とボイラーの間の、なんて言うんだろうな。何も名前がないとこ。あ、バキューカ発見なの？そこに入っていく2人は俺見た。2人は？バケチハ？マオ君と。あと魔王化けが入っていて、はいはい、で停電になって魔王くんがどこ行ったか分かんなくて、俺は上まで逃げた。まあそれはちょっと分かんないんだけど、で僕は O2 の中に入ってて、停電開けたらまた僕の目の前に死体が、ああでもでボタンが入ったって感じ。二重人格で片方の人格が殺してるこれは濃厚だな。でも真央君にセリフしようとして逃げられたから。いやセリフに見えねえよ。いやセリフだよセリフ。真央別に全然まあ浮きではあるけど、いやなんかさっきなんか疑われてムカついただけなんで、マジ怖かったから本当。ムカつかれると殺されるまだ怖えな。停電の時にボイラー室の中にいた人って誰？停電の時、停電中。時は千早さん。あ、ちいちゃんなんだ。うん、あ、いたんだね。あの、真央くん探してボイラー室に入ったら、千早さんがあの左側の奥でボイラー直してて。そこで二重人格が発動しちゃって。俺に見失って殺してちゃう。真央なのか。もしかしたら場所言わないでしょ。動機は、動機は。で、人格が切り替わった時に血まみれのナイフを握ってて。あのシスター、タバコ吸ってるしな。怖えよ。怖えよ。あれでしょ、事情聴取で疑われてムカついたんでやりましたって。セリフだから、せめてさ、切る能力で殺させて、お願いだから。バケリー入れます。隠しの出るよ。さすがに入れます。さすがに入れます。本当に本当入れたらインポスターで使えるでしょ。本当にセリフスナイパーうますぎでしょ。面白いな。そうなんだよな。スナイパーにしてもうますぎる気がする。ちゃんとバケリーの足元をチュン。おい助けてくれ。本当にセロだから最後まで使いますね。あ、そうなの。バケリーが最高は、この太鼓いないいないいない。熱いな。いないってことはないやろ。二連続で、さすがに。マオ君が巻いたふりしてぐるっと回って殺したんかなはあるかも。よくシェリフ倒したな、しかし。ねえ。あ、7個目寝る。熱っ。これは熱い。ヒラノさんと女性行こう。うん。いいねえ。あと羊飼い K さんだけや。ピラノさん嫌いやったら嫌やな。めちゃくちゃ嫌やな。あれ？あ、いるね。はいはいはい。いやー。お、ちーちゃん。
はい、おえええええあ、ダメダメ、マジか、見たね、俺右研究室よりやった、うん、右上研究室なんだけど、ピラノと女性、うん、スペシメンから上がっていって、2人で上がっていったら千早さんが降りてきて、で、俺はその千早さんが来た方に行ったのよ。研究ってじ ラボ、うん、ラボ右上ラボ、俺あのね、アドミン見てて、ラボ、ラボめっちゃ人いたよ。あ、そうなんや。あ、だったら、4か、ちーちゃんの話は聞きたいな、でも。ちーちゃん死んでる。いや、いや、あのね、あれダム取ってるわ、これ、多分。ん？ダム取ってる？ダム取ってるんじゃないの？ちーはやさん。ん？え、生きてるっしょ、ちーちゃん。え？どういうこと？ちーちゃん死んでる。ちーはやさん死んでる。僕の画面だと×ですね。俺の画面でも×。あ、もうちーちゃん死んでる。うん、で、俺もだから古にきと同じタイミングで、すれ違ったのよ。そうやんね。千早さんと？うん。千早さんと。え？なるほど。そういう役職なんだ。はいはいはい。どういうこと？どういうこと？いや、死んでてもなんかキルしてくるみたいな、そういう存在なのかなって議論には参加できない。お化けってこと？え、霊界から、あ、そういうこと？え、まあ霊界じゃない、霊、なんていうんだろうね。とりあえず生きてるんでしょ？とりあえず。俺目線生きてるになってるからちょっとわかんないけど、一旦千早さん死んでることで進めましょう。わかんないから。千早さんってさっき死んでるもんね。さっきのターン、そう、千早さんが一人だけで、うん、たぶん、そうやん。おばけさん容疑でやられてる。そうやん。そう、そもそも死んでるから。お前や。そう。そう、じゃあ、死んでる。あれ死んでるけど、今さっき動いてる千早さんがいたってこと？そうそうそう。ねえじゃん。ホラーじゃん。ホラー。なんで、この会議画面で俺の画面、千早生きてる。まあ、でも置いとく、千早さん死んでて、だから、まあ、普通に、ラボの、望遠鏡の右あたりに死体、砂溜めの死体がありましたで進めましょう。ちょっと時間食っちゃった。はいはいはい。ラボに4ついてて、で、エレクトリカルに2か3ぐらいいなかった？ 3いる。平さん。奈々子さん、平さん、ムツーさんの3、3。奈々子、平、ムツーで、停電の推しが奈々子さん。じゃあ、あと。で、今回死んだのは砂溜めさん。砂溜めさんか。あ、で、そっか、俺らが。ピラノフルコンが2か。あそこラボか。ラボで2かな。だよね。トイレ入ってたけど最後は。うん。あと1人。あ、俺がラボから。ちーちゃんと。あの電気の方へ行ってる。ちーちゃんどうなのこれ。で、それを砂鮫さん置いてきてる。あとバキューカも死んでるし。あれ？バキューカは釣ったよ。ピラさんが左上におったを見てるんで、ピラさんの通算はない。うん。どうなってんだ。どうなってんの？ちょ、待って、生きてんねんけど、俺の目線。あかん、頭がバグっちゃう。もう燃やして終わろう。魔王。まあ、頭がバグっちゃうよ。もう燃やして終わろう、この世界は。おらぁおらぁ2回目やんけ、燃やせマジか。ああ、そう。マオピラ来てるじゃねえか。マオピラがいます。千早さんがなんか呪われし者って書いてある。なってるね。これがダムド。ダムドか。ちーちゃん、生き返ってて興奮めっちゃしたけど、怖がらないと怪しいって思って逃げたら、フルコンさんに殺された。フルニキを先にキル取んなきゃいけなかったんですね。約束分かってたから。あ、そっか、そっか、一旦今は平さんを狙ってました。一旦死んで、霊界に行ってから蘇るのか。これは、すごい、やば。千早さんがいたからみんな逃げないといけない。千早さんから。そうか。そうか。難しい。難しいな。すごい。東京で釣られたことはない。そして。でも 100% にしたけど、あれ、初手キルの人ではないんだね。初手キルは普通に噛めた。誰か一人がって感じだよな。誰か一人配られてて、そうか。ポルタイガイスト選出が勝ったんかな。ですね、僕2回目のキルですよ。トリッピーじゃなかったです。あ、そうか。で、千早さん3回目のキルだから。たぶん、始まった時に誰かに 100% 配られる。だから今まで 50% あ、そういうことやな。そういうことやな。配られるヤンを選ばれた。あ、そういうことやな。あ、じゃあ、この設定でいこう。はい。え、じゃあ、マジ悔しい。ダブルだったらもう逃げるしかないってこと。そうだね。諦めるしかないってこと。うん。なんか死んでたはずなのに生き返ってるやつがいたらやべえと。逃げないですよね。怖。逃げないですよ。
でもシェリフが何とかしてくれるしかないっていう。でもちーちゃんが打ち替えた時にあの課長が、うん、ダムドってねって俺らにしか見えてねえぞ多分あの赤って思いながらあれはでももう、うん、死んでたからね。ああ、そうだね。だから死んでんのに生きてるからってことですよね。そうそうそう。なるほど。理解度が早い。早い。早い。誰も分かってなかった今。ダムとかの理解早すぎる。ナイススナイパーだったの今回。ナイススナイパー。あのね、あのそうですね。初めての密室殺人。初めての一発目で密室殺人ができてるとは俺も思ってなくて。そうですね。あのコーラスの標本室からね、あのちょい右上を狙って撃ったのよ。じゃあちょうどトリッピーが除染室におったらしくて。そう。すげえ。密室殺人。あ、そうやったんや。いやそれはわからんわ。マジか。やっぱ銃声見えんかったな。すげえ。停電やったしね。バケウカの直感怖すぎたわ。俺しか狙ってなかったもん。いや、あの最初にセリフノットに言い出したのがマウクになったんで。ああ。これもしかして死んでない時に追ってきたからな。あ、もしかしたらあの僕のところに。強かったんだバケウカ。すごいな。開発者さんが来てくれてるかも。あのゲーム開始、ゲーム開始時にゲーム開始時にダムドが割り当てられているで合ってますっていうのドリーさんから。ありがとうございます。うん、じゃあこれで設定上合ってるわけではない。100でも出ない可能性あるってことだよね。だからつまり100でもその割り当てられた人がずっと死なないと死ななければ、だから死んだら発症するウイルスみたいなノリで考えれば、だからそこでしか初手切るっていうメタができないからむしろいいような、いいですね。めっちゃいいと思う。表示出ましたよ。次の会議後にあなた復活しますって。そうなんや。そうなんだ。最初から分かるんだ。じゃあ死にたいな逆に。めちゃくちゃ面白そう。無敵の人になれるじゃん。無敵の人。そうですね。殺されてもワンチャンあるんです。そう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 。殺せないから釣れないのかな。釣れなかったですね。死亡判定になってました会議の時は。やばやば。何ターンかしたらいけんのかな、わかんないけど。マジで強いじゃん。ねえ、もう一人いてもいいかも。あ、だから一回よみがえった次の議論で生存とかかな。じゃあ噂将軍いる。そうだね。次の日ではなく、そうだ、なんか最後の最後俺が燃やさなくて、あの次の会議入ってたらちーちゃん生き返ってんぞこいつってなってたかも。でつろうみたいな感じにできる。なるほど。1キル生み出せるのでかい。1キルしか生み出せないけど、まあでも確かに確定できるやばいな。狙ってできますよ、しかも約束を。そうやんな。そうよね。すごい。これ近もらったらやべえな、喋っちゃうじゃん、役職。そうそうそう、それはそれこそアートでしたよってたら終わりじゃん。あ、確かに。じゃあそろそろマップ変えますか。ちょっと遅なっちゃったけど、エアにマルチスポーンで。やってみますか。はい。はい。マルチスポーン。はい。あ、どこに復活するかわかんない。あ、すげえ。エアシップになってる。ね。あ、ここで変えられるんですか。すげえ。うん、変えれる。そうそう。いや。DJ がいる。タコワサ。ね。タコワサ DJ います。スペルテン。デコトラみたいな。すごい。塩辛節歌って。ね。おぉ、すげぇ。やるよやるよ。まだいる？バカにしてるもしかして。バカにしてる。バカにしてるよね。多分あの曲一番バカにしちゃいけないぞ。全力だったんだけどな。バカにしないし、真央君は責められないと思う。普通に今なんかすごい物申す側だったけどびっくりした。俺今右下まで逃げてたもん。いつまでの黒幕なのになんで物申す側になってんだと思って。気がしたのに拾ってくれよ、骨は。言わせたからな。そういうとこあるからな。いや、言ってください。次、ゲーム行きましょう。まだ話すことあるかな。ない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 。なんだ、塩辛節途中あたりで始まってほしかった。そうやな。早いな。あれは聞くだ、聞き入るだ。お願いします。塩辛節聞けんねんぞ。お願いします。聞くね。おお、じゃあ、おお、来たね。あれ、あ、うん、そうかそうか、はいはいはい。うん、おお、いいボタンだ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いいボタンだ。てんてんてんってやつ。ガチブラか。
おやおやおや。ガチ村ボタンだぜ。だけ VR アモアスやってんじゃんこれ。ダムド楽しみ。楽しい。ダムド一点張り。一点張り。強気すぎる。ダムド釣りて。ダムドの使用を俺たちは分かっていなかったな。あ、間違えたわ。これ普通に。どうしようかな。キルクールは止まるね。こちゃ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 。ここ入ってるってことは誰か来たな、これ。うん。ね。どこにおんの？待って。どこにおるか分からんけど、停電しよう。すどこにいる？バケマオがいてバイタル見に行って、やべえ全然キルできないよ。この辺おるんじゃん。で、ついてるカメラ。なんだ？もう砂ザメさん。キルなの？いやー。おお。砂さんが俺の目の前で弾け飛んだ。弾ける？じゃあスナイパー。トリッピー怪しいことしてた？全くしてない。え、つかね、絶対シェリフじゃない。ちょっと距離がありました。スナイパー、スナイパーか、そうか。あのね、俺ね、貨物にいて左の方から銃声聞こえたと思う、多分。あ、銃声聞こえました？うん、そう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 。それはよかった、それはよかった。うん。俺ね、スナさん下エンジンルームぐらいじゃないの？そんなことない。あ、そうですそうです、エンジンルームぐらい。あ、だよね。うん。死ぬ死ぬ直前。あ、エンジンじゃない、ごめん、ね、メインですね、メイン。メインか、あ、メインまで行ってたんだ。あ、メインです。はい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 。うん。その前すれ違ったこれ。これがそ、俺がそこですね。正確に言うと、メインからシャワーに入ろうとしたときに追いかけてる砂ザメさんが弾け飛びました。うんうんうん。で、メインからシャワー。右側に追っかけてたの？そうですね。僕がメインからシャワーに入るときに、その僕がシャワー側で砂さんはまあメインの右の方ですね。フルコンさん銃声の話詳しく。そうですね。銃声。うん。マオヒラかなと別れたよね。あのシャワーで。マオ誰だっけ？あ、ヒラじゃないよ。ヒラはね、ずっとコックピットと通信室にいた。で、ピラノさんともね、バケかな、バケはいた。バケだ。バケかな、うん。で、別れて、俺メインエレクトリカルで診察室行って、バイタルで誰も死んでないの確認した後、貨物あたりに行った時に左の方やったと思う。うん、エレキとかから左上に打ったんかな。エレキかな、石油の下とか。あ、でも俺エレキじゃなくて、セキュリティにおったけど音聞こえてないです。あ、マジ？じゃあもっと近いかな。診察あたりにいたんかな、じゃね、うん、アドビ見てたんだけど、診察室1の時もあったし、セキュリティルーム1の時もあった。うんうん、ミーティングついてなかったっすか？アドビ、ミーティングついてなかったっすか、ずっと。ミーティング、ああ、ちょっとそこまでは。金庫と宿舎前通路は何人かいたけど、2。シャワーは？シャワー。なるほど。シャワーは、あのね、3の時あった。うん。1、あ、それは、あ、じゃあ、そのタイミングは俺化け魔王だ。そうそうそう、その3人だと思う。そうだわ。そこは当たってると思う。直近だけ洗えばいいです。弾け飛んでから、うん、そうだよね。まあ1秒ちょっと最後どこにいたか。そうね。セキュリティ長らく位置ついてたんだ。カメラ相当見てたのが奈々子さんだから、多分その位置は奈々子さんだと思うよ。うんうんうん。俺最終セキュです。はい。うんうん。俺シャワーのタスク、あのタオル入れ。うん。うん。タオル入れ、はい。シャワールーム銃声聞こえませんでした？聞こえてない。聞こえてないなら聞こえてない。ごめん、あの正確には見えてないかもしれないけど、聞こえたとは思ってない。なんか詰められそうだけどな、うん、ね。もうちょっと。グッチどこ？グッチは何？ミーティング？ポールがいた。ミーティングです。ミーティングです。ポールがいました。うん。まあ多分良かったとは思うけど。メインホール、はいはい。何を見ないでよ。おお。いいボタン。最後でーす。最後。詰めますか。
詰めますか。じゃあ、フルニキが診察エレクトリカルぐらいからシャワーに向かって言ってる可能性があるんじゃないのってなると、候補の一人はトータスさん、入ってくる、うん、エレクトリカルからラストにセキュリティに入ってきてる、うん、入ってる、うん、あ、そうか。ここさん貨物から聞いて左側に銃声が出たの、左下ぐらい、左下。じゃあ診察に入ってるやつがいる ね、うん、診察に入ってるかエレキまで来てるか、もうトータスが言ってんのか、うん、うん、でもエレキだったらワンチャン俺らも銃声聞こえると思うんですよね。そうやね、まっすぐ上でね。だから割と診察らへんの人なんじゃないかなって思ってます、僕は。うんうん、分け床と千早さんはどこに。あ、でもどうなの、じゃあお答えしますね。千葉、ピラノさん、ムツーさん、ヒラさんが左にいます、4人で。はい。はい、あ、そうなの。コックピット通信室あたりに4人でいました。はい、まあ、そう、全員いるってわけではないんですけど、大体その辺でうろちょろしてる。はい、最後、左でピラノさんかなと一緒にいたと思う。そうですね。うん、うん。じゃあスナイパーではなさそうだね。うん、スナイパー勢ではない、ここ。銃声が聞こえたのはフルコンさんだけですか、俺だけやな。じゃあ、トータスか、ナナコはどっちに行ったん、そのカメラ。俺はセキュリティでカメラを見た後、セキュリティでラジオタスクやって、キッチンの方に向かっている。でも、まあ、トータスとはすれ違ってない。すれ違ってないです。僕、最後の方に行ってるんで。はい。じゃあ、どっちかかな、俺目線は。ん、トータスさんはじゃあ、右側からセキュリティに入ったの。ああ、そうです。エレキから。そうやね。おお。うん、だから7個が、貨物脇、上回り、メインからエレキ、すみません、誰にもあってね、最初にバキウカさんとか誰かが湧いたで、あの、うん、トリッピーが、うん、あの金庫室にあのでタスクやってんのをカメラで確認している、うん、ああ確かに7個さん光ってた、グッチーと一緒にいた時だもん、ね、ああ、はいはい、そうか、うん、トリッピーは前にいた砂ザメさんが弾け飛んだんだよね、うん、あ、いや後ろ、まあ後ろですね、シャワーの方にトリッピーの方がいたんで、まあ後ろで弾けたの、はい、まあ角度的には診察っぽいな、そしたら。そうなんですよね、まあ、貨物から打ったらまあ目俺の方に当たるんじゃないかなっていう感じです。うん、まあね、うん、七子さんより見えるけどな、トータスさんの方が、はい、あの診察には近 い, いかな。もしくは、うん、トータスが七子を見てないんであれば、うん、あの七子が右に本当は行ってる可能性もあるよね、うん、まあ、あと銃声が1個しか聞こえてないんで、例えばミーティングルームとかから打ち込んでて、まあ、あの俺が普通に打ってる可能性はあるよ。あ、うん、あ、そうか。うん、そう。ナナコさんタス目線誰になる？俺、あ、いそうやから、ナナコさん以外やと思う。ミーティング疑いました。ナナコさんは俺、エレキに置いてくれてない。どこに反応してるいやー、よくない嘘だったかもしれないなこれは。結果的になんか両方追い詰められてる両方追い詰められてないこれ、ね、結果的によっ、ピラトリッピー、うん、直そう、真ん中右、はい、でうん、おう、ナイスー、ナイスー、ナイスー、こんわっ、トータス、こんわっ、俺がやったら切ってるってもん、いやだって銃の人なんだから切れないから今銃出すかもぞもぞしてたんだ、銃出すんやったら離れてる、僕停電直しました一応でもありがとうございます、ありがとう、はい、停電待機をしてました、ちょっと俺も疑いちゃったから、はい、助かる。俺はもうこれ以上銃の疑いを向けられたくない、誰かに会ったら一緒に行ってよって思ったぐらいで特に何もないです、はい、だから逆にスナイパー格やからね、俺からすると、うんうん、うん、そう、怖いよ。逆にトータスさんの場合、トータスさんが見えてる、トータスさん視点のインポスターというかスナイパー位置って誰になる、はい、結局あれな、診察におった人は誰もで出てきてはないよね、うん、ってことは俺になるんか、診察か、あの嘘ついてる。どのタイミングでアドミン見たか教えてくれます。あーでもね、直近ではないんだよね。いやね、だってあちゃあのシャワーで3って言ってたのってだいぶ前やから、マオヒラフルがいた時やから、そうそうそう、ただ診察には1ついてたのは確か、それは、はい、うん、だそれが、うん、あ、診察か、その時の診察ってなったらトータスが右から来たんであればトータスなんじゃない。いや僕診察通ってないです、上回りです。あ、上回り、あ、はい、え、じゃあやっぱ誰かそこに、ね、上回りの人ですに、バキウカが多分トイレタスク左から2番目のやつ、うん、うん、やったかも、うん、うん、そのドア開いてるの見てるから、
でその後停電になって、アーカイブ左のドア開けて停電直ったから降りていって、そのままメインエレキセキュリティなんで。じゃあ誰か入り込んでそうやけど、いいですか。バキューカさんは最初左ですか。左です。ピラノさんと一緒にいるんで絶対無理です。打てません。貨物脇からキッチンの方まで移動したんですか。まあそうじゃない、結構時間あったから。1時間はあった。だからシャワータスクかなりタスクしながら、メインホールの除染もして向かってったんで、エンジンルームの方に。まあシャワーではいたから、そっから左は行ける時間はあったと思う。俺が貨物まで行ってるし、まあまあ長かったよね。なんかあのめちゃくちゃ長かった。あ、これそうガチ村だって言った次のボタンだったから、よかったガチ村じゃなかったって思ったもん。エレキの構造が結構特殊で、真ん中から左下って結構袋工事の形になってて、まあ一応その辺もしたいないかなって探したと上上がったんで、ナナコさんとすれ違ってないので、ナナコさんは右へは行ってないと思うんですよね。だからナナコさんは違うと思うっていうぐらいしか見ようかな。じゃあトータス目線フルコンさん、その時間面白いな。重責感が一人だけやから。その言い方白いな、はい、どうしよう。セルフレポだったらトリッピーのセルフもあるな。重責くれ、ナナコさんとかトータスさんが俺がセルフ重責打ってたら、あ、でもそうだ、重責の話が出てるから。でもトリッピー、はい、トリッピー、どうしよう。やばい、このこれはまずい。あ、くそ。ナイス。タスク進んでるよ。すいません、ちょっと早いですけど。ナイスタスク、ナイスタスク。ナイスタスク、ナイスタスク。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 ガチ村か。おいおいおい。はい。早く切りしないとやばいわよ。次のボタン長いんだ。押しちゃいけない空気になっちゃった。なんかすいませんでした。今の判断が遅かったなぁ。いや、あの弁当往復せんかったらいけたわ。くそー、悔しい。窓は判断が遅い。あれ、あ、これか。サボができない現象で、まあできるのはできるけどってやつな。うん、つぼがいる。あ、ミスった。トータスあんま消したくなかったな。ミスったわ、完全にミスったわ。衝動的に切っちゃった。これはまずい、とてもまずいです。非常にまずいです。よくないです。はい、お、あら、どうも。あら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 、トータスが死ぬの。キッチン、キッチンでハンバーガーを作ってる途中のところで死んでました。はい。キッチン。キッチン。あら。じゃあ。お。なんですか？グッチ。いや。いや、ちょっと皆さん俺疑っちゃうんで言えないです。じゃあ、逆にそれがその前にやったら疑わないから言おう。俺はもう絶対疑わないから。疑わない。俺も疑わない。俺も。これキッチン脇で確か、いや違うよ、エンジンルーム脇で一緒にキッチンまで行って、僕は展望台の方のタスクをやろうとして、で愚痴つぼさんはその後どこかに行ったんですけど、セキュリティです、セキュリティです、セキュリティ、すごい、全部行ってくれた、それです。オッケーオッケー、って感じです。でセキュリティに俺もいて、グッチと、あ、ピラノさんといたかもしれないです。ピラノさんとエンジンで会った後、セキュリティに右回りで行ってて、最後マオかな、エレキで、エレキでマオ、そう、エレキで最後マオ。そうだよね。あ、俺めっちゃカメラ見てたんで、めっちゃ情報ありますよ。お、はい。ムツさんとナナコさんがどっかしらで映ってました。多分アーカイブだ。アーカイブ、アーカイブ。あの、それに最後アーカイブで見てます、ムツさん。あ、そうそう。じゃあ、それがラウンジ側から入ってきてから、そうです。トリッピーは違う。そこ絶対違う。ムツさん違います。ナナコさん、金庫室で映ってると思います。あ、じゃあそれです。ほら。おぉ、面白い。でね、一応ね、トータスさんの動きが変で、あの、なんかね、俺とキッチンで湧いてるのよ。
で、そのままキッチンの方から武器庫でまで、上がっていってコックピットに入っていったのね。うん、なんで怪しいなーと思ったけれども、その後またキッチンに戻ってバーガーをやってるっていう状況なので、なんでって今なんでやな、あそか あれが動かしたとか、スナザメさんがガイストがスナザメさんのプラポルトガイストは全然動かせんすよ、有視距離あんましたよ俺ピョンって、壁越えて動きましたよ。あ、壁越えて、あれ有効した移動だった、うん、あれは。ただトータスさんじゃなくなると、さっきのキル候補がスナイパーがトータスさんじゃなくなると、フルニキって話に。俺やんな。フルニキがわざわざそれを。でも銃声言わなくない。あのフルニキしか聞いてないんでしょ。そう。うん、いや俺見たよ。見たよ。え、じゃあ。あ、でも絶対銃声でキルされてるはずなんで、銃声はどっかで聞こえてるのは僕視点では間違いない。他の人の位置。あ、そうやね。そうだよね。フリッピーセルフ？セルフだ。はあ？ってなったらフルコンさんが銃声聞いてるのおかしいですよね。おかしくないし。仲間？いや、トリピーの最終位置で見てるんやないし。仲間？仲間？難しいなぁ。どうしようかなぁ。こいつキッチン行こう。キッチンには行ってないことになってるから、キッチン行くよ私は。あ、そうか、これあんまキルプールがたまらないからやだな。バーガーやって、トリッピーがいて、トリッピーはキルしたくないな。さすがにもう候補。ああ、は？こいつ。え？このさ、なんか容疑者どんどん死んでいってんだけど。誰が殺したんだよ。え、怖い。え？何？あのセリフなんで、フルコンさん切ったら切れます。ああ、ナイス。素晴らしい。乗っ取り。じゃあ銃声の話はなんかごちゃごちゃっとしたわけだ。はいはい。自分かもしれないしね。そう、でも自分かもしれなかったら、そのフルコンさんのさっきの話で繋がってたじゃないですか。ライン的にフルコンさん銃声聞こえたって言ってるんですか。じゃあこれ、じゃあスナイパーが落ちたってことですか。そうなん。ほぼほぼそうじゃない。うん、そうなんじゃない。だってフルコンさんの位置やったら最初の砂さんもやれる位置におるから。そういうことならいい。なるほど。うん、それならいい。もう勝ちましたね。アースだけ注意すれば。ああ、アースがいるか。それならまあまあ。そうか。え、で、トータスさんは、そうとしてるんだ、あの、いいじゃん。でもトータスさんがこの後に復活する可能性もありますから。確かに。トータスさんとか砂、まあ、砂さんはないから。そやそや。頑張って、ダムド打たなきゃ。うんうん。頑張ってダムド打たなきゃ。シリフ信じてくれてよかった。え、違うの？まあまあ、ローラしてもいいかなって。これトリッピー入れたよ。え、ほんとだ。俺を怒らせないでくださいね。どういうこと？いやいや、俺を。メイヤー浮いた。あ、すごいものか、今。うわぁ。いやー、うまかったんやけど、まあ、あの、音聞いた発言は。あれね、素晴らしかった。でむしろ、若干追い込められた感じはあったな。でも今、議論的にグッチが。うん、白いから。白くなってるから。うん、いいわ。しかもなんかスナイパーが落ちたみたいな感じ。そうだったね。そうなのよ。だからいいかなって思うな。そっか、これで憑依で探せんのか。もう打つ気まんまやな、これ。金庫の左上にあるけど。おお、誰を。よしよし。もう打つ以外の選択肢考えてない動きしてる。うん、打て打て。いけ。あ、ちゃんと見えてる。いけ。今、いけ。打ったか。打ったか。あ、打ったね。今の。あ、打っただけで。死んだか、うん、あ、死んでる。すげえトリッピーに当ててる。すげえ。昨日七子が私を怒らせない方がいいって2票入ってたけど、すげえ1票俺入れてるから七子あれじゃないかも。いや、七子も今貯めてんじゃない、エネルギー。ああ、なるほどね。この砲台から出てくるんだ。どう思ってもらってもいいけど、俺をあまり怒らせるなよ。おお、戦車がなんか言ってる。撃ってくるぞ。あまり俺を怒らせるなよ。夏切れ七子さん、金庫室いましたよ。ああ、いたいた、書店にいましたね。
はい、トリッピーは見てないです。見てない。停電中か停電開けた瞬間だね。僕診察で見てました。ああ、死んだタイミング？うん。いつ死にました？あのボタンを停電中ってボタン押せないよね。押せない。じゃあ停電開けた瞬間ぐらいには死んでるね。停電治ってからすぐボタンだったと思うんですけど。だよねだよね。だから、はい、直近直近。だったら真央くん、真央くんボタン押してて、で真央くんと平は一緒にいたんで多分大丈夫です。真央平。はい。昇降機右で停電を直してます。一回勝ちちゃった。勝ちちゃった人は？勝ち、ちいちゃんその辺いたな確かに。ちょっと待って勝ちちゃった人は？トリッピーじゃん。にしときます。お？いや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 。じゃあクッチ？トリッピーなんじゃない？トリッピーっぽいね。全然停電直しないです。あじゃあトリッピー。あじゃあトリッピーだ。トリッピーがいる位置って貨物か展望デッキの方だよね。あとなります。展望デッキはあのほぼほぼ俺入ったんだけど多分いなかったと思う。その停電中に入ってあ治っちゃったって言って振り戻ったんだけどその時にトリッピー見えなかった。位置的には展望やけどな。この辺いたんかな。じゃあ奈々子さん無理か時間的に。俺は無理じゃない。普通にあのエンジンルームでバケリンとあの分かれてメインホールの方に。アップロードあたりにいたんかな。じゃあ俺も無理になるな。金庫室であったな、ななこさんと。ああ、じゃあ、グッチ無理だな。はい、絞れてきた、絞れてきた。これ、千原さんから俺って白出る？宇宙さんと出会ったのってさ、今じゃなくない？もう一個前のターンじゃないですか？あ、もう一個前だっけ？はい。おー、自由、自由だ。民主主義。ボタン、押しましょう。いいぞー。押そうかな、じゃあ。いいね。いいぞいいぞ。スナイパーがおらんと思われてるからものすごい疑われにくい。そう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 。ね。ボタン押しにクルーメイトが言っているが。また好きなところによるな。どこにどこにいる今金庫。今武器庫。武器庫の上の奥に。あれさすがにも。はい。はい。うわ白。誰だ？浮いてるの誰だ？あさっき1票ずつ入ってたやつですかね、人ですかね。まず僕2票入ってるしね。あ、すいません、1票ぐつぼです。もう1票は？あ、むつさん2票やった、さっき。俺2票だ、皆さん。あ、もう1票僕です。え、マオヒラが、ミーティングで、多分ない。はいはいはい。で、千早さんが、昇降機右で直している。直している。俺ね、やっぱ絶対合ってる。合ってる合ってる。俺ね、アーカイブでタスクやってて、卵すれ違ったなって思ったから、多分だから、合ってる。俺、アーカイブにいたもん、俺。あ、本当ですか？すいません、見えてなかった。アーカイブでタスクしてたけど。グッチはどこ行ったんだっけ？え？グッチはどこ行ったんだっけ？あ、ずっと金庫室いますよ。ずっと金庫室に。はい。ずっと？あのね、ずっとかばうわけじゃないけど、たまにあるんだよ。カバーも何もやましいことはしてないですけど。はい。じゃあ、金庫ですね、そうか。金庫という金庫で。まあ仮に貨物でトリッピーが勝ち合ってたとしたら、グッチ、まあ金庫にはいた、事実いた。で、バケリンは、はい、展望デッキの方に行っていた。で、ピラノさんの情報から、あの超直近切るっていうのが分かっている。うん、ああ、まあ、無痛さんがアーカイブで千早さんとすれ違ったんだっけ。これ申し訳ないけど、平野さんだと思うの。まずその今死んだっていう情報も僕怪しいと思ってるし。ああ、なるほどね。それはあるよ。だし、俺あの第一キルも絶対違うし、まずそもそも第二キルも白取れてるっけ。あ、トリッピーが多分白取れる。ああ、生きてねえか。第二は千早から出ます。第一も千早から出ます。ああ、うん。宇津さんそうね、あのアーカイブあたりの死んでることになってんのいいわ、めっちゃ。宇津さん怪しい、怪しくない？怪しくない。怪しくない。なるほど。俺は誰とも行動してないからな、うん、マジでトリッピー死んだ日は停電になって停電直しにもう勝ち合うのが嫌なので、え、停電あの干渉し合うのが嫌なのでバイタル見に行こうってなって見てる感じだな。誰ともすれ違ってないな。ピラムツ容疑
薄く化けって感じかな。でもこのボタンがちょっと新章すごいみたいな。でも展望でしょ。でも化け、うん、あだから展望でトリッピーがいたら、まあでも結構左に人いたからだったら見てそうな気もする。おおしよしよしよし、ダブルからな、ダブルからな、お前ら全員全員全員引きずり回してるから、ね、あの世から、あの世から来た。絶対絶対ダムドで俺は蘇る、絶対蘇るぞ。ヤンキー出た。ダムドまだいんのか、怖っ。そうなのな、いやダムドが全然おるからな。ダムドなってないんだよな。え、ダムドって最初からわかるんですよね。うん、わかる。さっき千早さんがわかる、ね、わかるって言ってましたもんね。めちゃくちゃ怪しいとこいる。てか俺ね、ダムド多分察しましたわ。俺の死体見たのに言ってない人がいる。あ、そうなんや。はい、まあ言わないですけど、まだ。ああ、外した、仕留めた。いや、仕留めてる、仕留めてる。どこだ、どこだ。じゃあ、じゃあ、じゃあ下引きずります。もうちょっとしか動かない、これもう。これね、なんか下体遠くから自分のところに引きずるから、遠くに離れてからやればいいんだ。ああ、自分のところに引きずるの。ああ、2発目、2発目狙ってるよ。2発目狙ってる。ああ、2発目。いいよ、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 いいよ。自分のところに引きずる。いいよ、撃て撃て、撃てぞ、行け。当たってなさそう。当たってなさそう。ああ。じゃあ今からぐちつぼさんの元に死体移動します。これで。うん。ヒューン。つっこみさん。あ、これ。なんかカメラ見てるやつおるから。ちょっとこみさんぼや。あ、撃った。元撃った。撃った。カメラのとこまで引きずればいいじゃないですか。カメラのとこに引きずろう。あれ、ああカメラ見てない。あ、こみさんぼにしたからね。見れるかもしれないから。あ、そうだ。じゃあ一旦カメラの元にちょっと死体を移動させよう。あ、そう。それがいい。で、これで金庫。やめろ。っていうの。やめろ。あと8秒、早く下を引きずりたいよ。めちゃくちゃ売ってるんじゃないこれ。一生コミサボやこんなもん。一生コミサボ宣言。あ、引きずれないな。いけんスナイパー、いけんスナイパー。カメラには見させねえ。ちょっと少しずつ下動かします。あ、もうダメ。あともう4回ぐらいやれば、いけカメラの方まで。いけ。あ、ちょっと銃声気づくんじゃないの。来た、やばいやばいやばい。で、残せ。あー、やばい、これはもうバレた。あらこさん、これちょっと言い逃れできないっすね、これね。あらこさん、なかなかやってたとはね。あらこさん、なになになに、お前だったんだな。キッコリー、グチツボとバケリーが二人でいて、バケリーの死体がありました。キッコリーがあったのをアドミンで確認したんで、誰か死んでるかもと思っていったら、グッチがやってました。怪しすぎる。全くの逆です。全くの逆です。シリアル、シリアルキラーが一人いて、死体とずっと一緒にいたヤバいやつが。ほんと1時間ぐらいアドミン見てたんですけど、金庫2が一生動かなかったです。そうですよね、そうダオさんと一緒に見てて、でそれで俺だけ行ってくるわみたいな感じになって、行ったらナナコさんがいましたね。俺がずっとそこにいたと、はい、金庫にずっと俺がそこにいたの。逆ですね。いや、でもナナコと俺あったよ、どっか違う場所で。コミュニケーションサボタージュ。それ俺じゃないですか。合ってるね。おーろ、違う違う違う。無理やった。ムツヒラと一緒に、うん、モーフィングいる。モーフィング。そうそう。あー、だから俺確かコックピットで、はいはいはい、見て、ナオさんと見てて、でなんかずっと動かないのが金庫にあったんですよ。でこれちょっとおかしいぞと思って金庫見に行ってたら、途中でムツーさんとヒラさんかな、確か違って、ちょっとチャージライフル 50% 装填。いや、 100% 行きましょうよ。チャージライフル 60% 装填。あいつ何歩チャージしてんねん、メイヤあいつ何票チャージしてんねん。お前ど、お前どこに奈良子さんでしたよ。チャージライフル 70% 装填。お前どういうメンタリティで死体と一緒にずっといたの。お前多分だけど、バキューカの死体に語りかけてたぐらいの距離感でいたの。いやよくここまで言い逃れしてるなと思ってます。チャージライフル 80% 装填。やばいやばい、何票くる。やばいぞこれ。え、これおかしくないんですか皆さん。これ明らかに食い違ってますけど今。チャージライフル 90% 装填。じゃあ犯人は七子さんです。ちょっと自投票して。ああ、もうダメだ。
あー、ダメだ、爆発する。ストゲキングすごいなぁ。グッチがスナイパーだったの。そうそうそう、あいつずっと金庫で言った俺がカバったのに。17票ぐらいみちみちだったね。俺カバったのよ。あんなに要素入るんだと思っちゃったわ。気持ちよかった。ダムドいないね。後半全然当たんなかったんですよね。あ、そうよね。金庫からずっと打てたってこと？つまり。そう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 。そう、だから俺カメラみんな。大台かよ。ずっと。おもろ。今ダムドいなかったよね。いなかったですね。じゃあな、あの、まあ、あの殺された側の中にはいなく、あ、そうか、インポスターに殺されないとダムドにはなれないのか。釣られたら無理なのかな。あ、最初に出るんでしょ、さっきのちえちゃんの話によると。あ、じゃあトイレ行ってきます、私も。はいよ。銃でもダメとかありそうじゃないですか。あ、銃ならダメかもあるかもな、うん。狙撃されたらダメとかもありそう。ね。うん。自分マオさんに直でやられてるんで、あの時。そうやね。うん。そっかそっか。うん。うん、マジでグッチすげえな、死体と一緒にずっと死体やばすぎるだろ。マケイナさんちょっと近く来ちゃったから撃った、ね、至近距離撃ったってことね。至近距離でぶっ放して15分抜けました、眉間に。あ、ちょっと俺も手洗い行ってきます。はーい、はーい、はーい、はーい。あ、じゃあ僕も行きます。はーい、はーい。じゃあ俺も行きます。はーい、はーい、はーい、はーい。いや、おもろかった。おもろかったな。いや、ずっと打ってんのめっちゃおもろかった、金庫から。やばすぎでしょ。うん。スナイプ力高すぎ。今回ジャムらなかったです。いや、わかんないですよね。もう後半一発当たってなくてなんか。そうやね。トリッピー狙撃とかめちゃくちゃうまかったのにな。うん。うん。確かに。あ、俺狙撃、あ、そうだね。確かに確かに。そうそう。たまたまシェリフに飛んでったんですよね。たまに。つか、バケーか、あ、バケーかいないのか今。いる？戻りました。いないわ。おトイレ。うん。おトイレだね。うん。つか、俺さ、初手のさ、砂ザメさんのキル、愚痴つぼのやつ、俺当たってたのね。ミーティングとかからやったんじゃないですか。そう、ミーティングから打った。そうで、フルミーティングが純正適当に言ってんじゃないみたいな。またこれ。死んだ時びっくりしたわ。むしろ変わった形よ。なるほどね。そう、うまかった。そう、聞こえてないけど。分からんかったと思う、俺、言うても。あ、すごっ。アーソニスト、エアーシップしんどいわ。うん、あー、そうか。そうやろな。戻りました、戻りました。第3を、第3もアーソからジャッカルとかにする、うっす。あ、いいんじゃないですか。あ、ジャッカルちょうど良さそう。ね。人数多いですね、今日。12で。サイドキックなしのジャッカルで。おー。シンプルジャッカル君を増やそうか。ジャッカルついた。ジャッカルって何やっけ？あの第3陣営で自分が全員キルしたら終わりっていうちょっとしんどい役所。ああ。ただキル能力を持つ人が増えるから、アースよりは展開が早くなるとは思う。なるほど。あ、アースはゼロになる。アースナスなく。ナス。了解です。あってもいいけどね。あ、まあ入れとこか。みんな概要欄に入れてるし。了解。で、クールダウンを15秒にちょっと減らすわ。はい。それだけするけど。はい。はい。うん、まあでもアースはありつつシンプルジャッカル笛です。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様しました。確かにダムド出てこなかったらね。そうやね、少ないから。そうそう、ダムド出なかったらね。はい、あ、え、でもあれなんかな、ジャッカルに殺されてもダムドになんのかな。なんか俺ダムド 100% にしてるけど、インポスターがダムド引いちゃったら出ないとか、そういうことじゃないかなと思う。ああ、それもありそう。そうだね。ダムドはちょっと出るかわかんないから、これでいきましょう。うん、はい、了解です。はい、ダムド出たらだいぶ生存者不利になるという感じで。だいぶ不利ですね。ね。はい、じゃあいきます。はい、あ、でもダムドジャッカル切れるよ。言うてもだいぶいい時間になってきた。うん、よーし、やるぞ。はい、お願いします。お願いします。 OK、今回はクルーメイトですね。はい、
ガチボウ？あ、平手がガチボウ押しに行ったから、まあ見に行くか、ガチボウ。じゃあ。はい、ガチ勢ボタン。ありがとうございます。ガチ村か？ナイス。ガチ村だぞ。ナイス。さっきの試合で分かったじゃないですか。ガチ村ですよ、ここは。僕にしては意識がちょっと低い。にしては僕はタスク3つしかやってないですからね。いいんだよ、それで。釣られてよかったと思ったのでは。間ぐらいで。隙間産業よ、うちの村は。あ、じゃあ間違えた。うん、そんなとこ湧きたくなかった。砂さんか、今の湧いたの。なんか砂ザメっぽいケツが見えた。やっぱり砂ザメのケツだったわ。よく見てるからな。俺にはわかる。砂ザメのケツだ。砂ザメがいてんで、ここの愛線押してよんでよ。なんか下から来たな。よ、ダウンロードからのアドミン見るか。ウェイ。なんなこれは。それはそれは、それは。なるほどね。これはそれはそれは、トリッピーです。死体見つけました。七子さんの死体です。はい、コミュニケーションから下の武器庫の方に入って、うん、武器庫の下ですね。なんか四つ拳銃があるところ、そこで七子さんが、はい、それ見ました。そのトリッピーの行動見まして、すれ違って僕その部屋から出てきたんで怪しいんですけど、その前に僕千早さんを見ました。その武器庫って、あの、はい、ピラノさんが確かにピラノさんが出てきた、うん、順番的にはすれ違ったのは僕がコミに武器庫に入るときにピラノさんとすれ違ってます。多分。はい。そうですよね。確かに、ね。その後に、トータスさんが下から来てるんですけど、うん、そうですよね。うん。だから僕はトータスさんいる。俺の目線は誰がキルしたんやろうと思って追っかけてたトリッピーが武器庫の上の方へ入ってったよ。ああ、下が見えてたんですか、トータスさん。ああ、下が見えてる。ああ、で探してたんだ。そう。ああ、なるほど。武器庫の上のドア開けたの誰？上開けたのピラノさんだった。だと思う。あ、武器庫の上の扉、うん、を開けたの誰かってこと？うん。は、ん？俺じゃないかな。ベノか。ピラノか。そうなんだよな。はいはいはい。じゃあその後俺通ってて。上から入ったの、下から入ったのどっち？あ、トリッピーはコミュニケーションからなんで上からです。あ、そうか、上から。でそのコミュニケーションから武器庫に入るタイミングでピラノさんとすれ違ってます。はい。でその後に、あれ？でその後にしまったんか？うん。ピラノさん下見てます？俺下見てない。ピラノさんは白出ます。千早から白が出ます。どのタイミングや、はい、ほんじゃキッチンで千早と七子さんで沸きました。自分が先に武器庫に行って、うん、先に4つの拳銃をしまい、その後に七子さんが来た形です。自分は七子さんを置いて上に上がっていきました。自分の前にピラノさんがいるんでピラノさんはできません。トリッピーとはその後すれ違ってる。ああ、確かに千早さんもすれ違った気がする、うんうん、自分から出せる横は以上。ピラノさんは白、うん、うん、最後アドミンのコックピットのタスクをしてると思う。じゃあ、はい、俺は千早さんが怪しくなっちゃうんだけど、トリッピーから少女人物は自分かトリッピーか。まあでも一番シンプルに考えると、もうトータスさんがキルして、うん、探しに行ったんじゃなくて逃げようと上に行ったら、うん、トリッピーが来ちゃったみたいな感じかな。いや俺的にはトリッピー武器庫の上の奥の方入ってったように見えるんだ。あれはそうです。一応ね、あの最後そっから通報してる、わけわからんなと。ああ、まあ犯人探してたのか。いや犯人探してないです。僕一回上のタスクで銃しま、二丁しまってるんで。結局どう？桃取り？結局まあ。千早さんトリッピーぐらい。まあそうですね。でも全員の位置を。あ、でも大丈夫か。うん。え、なんか鳴らす。桃取り千葉でいいんじゃないんかな。もうわかんねえ。これ。でも素人。増やしている千早さんは若干白いよな。ピラノさんも巻き込みゃいいのに。あ、でも嘘ついたらピラノからのヘイトを買うから正しく言ってる可能性はあるのか。あれ、俺これ思ってないの。あれ、誰かすれ違ったね今。見てなかった。ナイスナイボーナイボー。どうするかですね。なんか桃取り千葉の感じ、ね、千葉さん俺白出してもらって申し訳ないんですけど、最後コックピットで俺を見たんですか。見ました。うん、
じゃあ俺の後をずっと追いかけてきてたっていう形ですよね。そういうことになりますよね。なりますね。でも俺の視界からは千早さんいなかったんだよな。トリッピー視点してたからですかね。トリッピー視点だと、今回はもう普通にトーダスさんが一番やっぱ怪しいんですよ。みんなが上に流れていって一番最後の最後尾だと思って七子さんキルして上に上がったタイミングでトリッピーが下から来ちゃったからあやばいなみたいな感じ、なんだけど、ちょっと気持ち的に J さんはなんか下から来ちゃったっていうか俺キッチン側から入ってるで。あ、そう、上からトリッピーが来ちゃったからみたいな感じじゃないですか。トリッピー上から来たっていうよりも俺は下から離れていくトリッピーを見てるから。あ、そこで食い違ってんですか。僕は完全に、ああ、だったらもうトリッピーかトータスさんの二択になる、あ、そうなんだ。今の話だと俺の目線では、死体から離れていく人影が見えたんで、追っかけて武器庫の奥行ったらトリッピーがおったって感じ。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。いや、ワンちゃん、千早さんがダムドで、エラノさんをかばったのかなとか思ったんですけど、まあ、そうなるんだ、意見が食い違ってるんだったら僕、トータスさんで。ダムドって分かんなくない？あ、ジャッカルかな？ジャッカルかな？あ、いや、ダムドって初手分かるって千早さんが言ってたんですけど。うん、ああ、なるほどね。初手から死んだらダムドになるよって情報は分かってるから、一回死んだ後に次の会議から復活しますよっていう。ダムドは分かんないのか。あ、じゃあまあこれはまあまあまあ視点的にはまあジャカルかな、ワンちゃんって感じ。そのカバーやってる。トリッピーの動きだったらトリッピー通報だよね前回って。トリッピー通報です。トリッピーが武器庫の上の奥から通報ですね。あ、ここから通報できるんや。あれちょっとラグってるのかな。俺普通に上から下に下がって通報したんですよ。トータスさんとすれ違ってる。あ、そうなんや。はい、あ、そうなんや。じゃあ多分ラグってると思う。これはでも離れていくトリッピーが見えたからトリッピーかなと思ったんやけど、でも通報してるからわけわかんなくなりますね。離れてってるのに通報してるのおかしいですもんね。だからやっぱどうするトリッピー許してくれって言ったら許すけど、どうする。許さなくていいんで僕と出させてます。あ、じゃあ俺ジャッカルで、ジャッカルでキルしてないです。だからトリッピーです。はい。キルしてないです。キルしたやつ殺したろうと思ってたんで、トリッピーを追っかけてました。これ、ローラーさせるための作戦はあるよな。取り口。あれ？なんかバグってるかな、これは。うん、タスクが。出ないことになってる。いや、これはローラーのための作戦じゃない。でも最悪ローラーさせるための作戦には見えるが、でもずっときたいよなこれ。うわ、2キルしてる。え、やばい。あれスナイパーか。バキウカがあのボタンの上で死体で転がってました。ボタンの上ってどこですか。あのミーティングのボタンのテーブルの上、はい、先に言っときます。トリッピー愚痴つぼの死体見てます。左下のどこだったっけ、展望で、定例を直したのが僕たちなんですけど、愚痴つぼは目の前で弾け飛びました。だからセーフだ。スナイパー、シーフ特攻かも。トリッピーに対しての、バケさんがスナイパーやられだな多分。そうだわ。でじゃあトリッピー白になる。トータスがそのローラーさせるための仕様。おい、愚痴つぼめ何間違えてんの、バカじゃねえのかお前。人外の言うこと聞いてんじゃねえよ。ちなみにシェリフいないよね。いないよね、シェリフ。インポスターなのにジャッカル仕様とかそういうこと。そうそれでローラーさせるための誘いじゃないかなっていう。でシェリフ実際いないし、強いに近かった実践で。すれ違った後のキルは結構ありえないなって思ってたから。いや、確かにそうだね、言おうとしてたんだけど。じゃあシェリフ特攻やな。じゃあ実際バケユカの方だけ追った方がいいって感じかな。そうですね。そうだね。貨物周辺にいましたけど、あれは見えなかったかな。あ、バケユカの下にあったんじゃないの。あの銃声は見えなかったかな。あ、銃声は俺トリッピーの上でコミュでダウンロードしてたけど銃声は見えなかった。うん、トリッピーもあのグッチがシェリフ確定だったら トリッピー隠しろでいい、ね、確証でいいと思う。うん、これはシェリフ出てこないし、グッチ強く言ったけどグッチのおかげで隠しろ出ました、ありがとうグッチ。そうやろ、助かりました。めちゃくちゃうんく言ってる今。だろう、しかっただろう。
とよく考えたら僕は怪しかったです。すいません。ね、ピラノさんは違うと思う。ピラノムツはそうですね。昇降機アーカイブで、はい、あの停電直してた。そう、停電直ったら、うんうん、ミーティングルームに行くために向かったんだけど、うん、あのプロペラがなかったので、そう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 、はい、プロペラがね左側の方にあったから渡れないはずなので、うん、白い。で、あ、僕は、あ、平は千早さんと貨物にいます。うん、今は自分はアーカイブまで行けてるんだけど、ヒラさんと、あと魔王さんを右に置いてきてるから、うんうん、ここが白っぽそう。さらに六つさんも所定貨物で右にいた組で白そう、うん、なるほど、うん、うん、なると、うん、となると誰だ、誰誰だ、角さん、角さんが普通にやってる、誰も一人で自分で考えようとしない、角さんが普通にやってる、角さんが普通にやってるじゃない、俺の目線だと。かどっかでカバイやってるか。まだニジンがいるんよな、うん、まだニジンがいるのよ。ジャッカルと、ジャッカルととっさにカバイや。誰や今の、見えんかった。バキューコ、ちょ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 、配線そこに湧くんか。おすみません、ちょっと早めのボタンで。ありがとうございます。大丈夫です。すみません。いや、ちょっとあの、なんか疑われちゃったっぽかったんで、ちょっと。いや、あの、右の方で銃声聞こえなかったって言ったん、誰やっけ。はい、千早です。千早さん。ああ、うん。まあ、俺もやけど、どっちも勝手に言ってる可能性はあるよね。ああ。あと、うん、見えてなかったというか、離れていた、実は。うんうん、ね。っていう説もある。うん。でもとなると容疑で砂溜め視点だと正直スナイパーにやっぱ見えちゃってるので、はしご登って、うんうんうん、まあ可能性があるんだったらミーティングの奥からスナイパーとかぐらいしかないかな。ミーティングの奥からスナイパー、奥からスナイパー聞こえるんじゃないですか。ああ、そう、今日はそうか、そうか、ああ、そう、確かに、うん、もう 何も聞こえねえやとなっちゃってるのか、危うくない。でも位置も全員はっきりしてるでしょ、だって、うんうん、そうか。全員一応トリッピー、フルコンさんくらい。まあ、いや、隠しろ。トリッピー隠しろだ。で、トリッピー、俺がコミュ前でトリッピーしたいって俺は見てる覚えあんねんけど、覚えてない？で、そのまま俺コミュニケーション入ってダウンロードしてんねん。すみません。フルコンさんがパナしたか、砂ザメさんがパクッと言ったか。うん、ただ俺コミュらへんで売ってたら、平間尾に聞こえそうな気もするんだけど、金庫あったりしょ？え、俺貨物だからいないよ。あ、貨物か。あ、そうそうそう、トイン。フルコンさん、どこで、どこ、コミュでしょ、コミュニケーション。コミュニケーションでダウンロード。あ、コミュ、うん。うん。え、銃声誰も聞いてない感じ。聞いてない。っていう結論ですか。聞いてない。マジか。ああ。もう。フル、まあ、フルスナ言っときゃ。すご腕がいますね。釣れそうな感じはするけど。うん。まあでも正直私がそのパクってやってセリフをする意味がまあまあない場面ではあったと。ちょっとトリッピー舵取ってくれ、トリッピー。確かにスナさんがやったっていうのはわからん。スナさんが出してるから、フルコンさんから行きたい。じゃあここでボタンも押す意味もあんまりという感じなので、ボタンを押す意味は死体隠しなんですけど、その後にちゃんといたってことを言ってるから。あ、で今もう一回押してるしね、それは白い、まあ、だからそうやね、俺もね、でかといってフルコンさんもそんな黒いの今っていうちょっとよく分かんなくなっちゃってて今。まあ俺はどんどん釣りたいから、じゃあどんどん釣ろう。アーソーがいるから、うん、そろそろやばいのかなっていう。てめえら絶対に呪ってやるからな。砂だめ釣りたい話。お前らは呪いにかかるのだ。じゃあキルされないと呪われないんだった。そうだわ。うん、釣られちゃった。どうなってんだろう、でも今ちょっと気になるな。あ、そっか、A か行けばいいか。あらら、死んじゃった。来てくるのに。今されちまったんだよ。今どういう状況だ。スナイパーが全部あるです。やばいです。うまいんか、うん。うまい。どこで撃ってんだ。最強のスナイパーがいます。おお、どこだ？いない。はい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 。グッチはやはり死んでる。うん。じゃねえよ。
ナイス。ナイボでーす。刺そうとする意志がすごい。ちょっと左のリアクター直しましたよ。右のリアクター直しましたよ。ありがとうございます。砂さん生きてーけど、砂さんめっちゃ白っぽい。一連の動きはもうここまで。これ合わせ技で白でしょ。ボタンも合わせた。確か技あり技ありでリアクターも直すこのタイミングで。そうそうそう。白くないっすよね。でしょ。でもさ、でもさ、それだったら振りに削っちゃダメなんじゃないか、それなら。じゃあ、あれはもう黒。あれは黒。やば。黒ってなんとできないでしょ。砂さんが言ってたじゃん、だって古に白いかもしれない。でも今なんか人は考えが変わるもんなんだよ。思いっきり丸め込めると思ってインポスターでリアクターを直した砂さんは黒。ちょっと待って地上に流されていけねえか。地平さんのことはっきりある。でもさ、自分通ったし、ピラノさんも上にいたし、直さざるを得ない状況じゃないですか。おかしいよね、砂さめさんローラー信者のはずなのに。おかしいよね、自分が対象だからな。人は考えが変わるんだよ、こういうのは。だからね、前の砂さんのボタンの時にグッソーさんが死んでんのが、すべての砂さんの計算が狂ったんじゃないの。いやあれでだってトリッピーがもう隠しろってなったので、もう立ち回れなくなったんじゃないかな。でも今バキューカを切る人にやりと笑ってるよ。グルコンさんを突っ込むわ。でも砂さんまで行かないといけなかったんだ。あの時に運命の歯車が回り始めたんだ。涙を流しながら殺してそう。あんなに白かったのにフルコンさん、なんで。いや、言ってること違うやん、さっきは。人は変わるもんだな。人は変わるんだよ、考え方が。嘘をついてるんじゃなくて変わったんです、人は。梅津さん、スキップ、スキップ、スキップ。梅津メイヤ、行きまーす。スキップ。メイヤ、スキップ。やめろ。おしかもそこで入ったら吐く必要ねえだろ、そこムツの方がみっちみちみっちみちだわ。なんで今なんだよ。そう、今吐かなくていいだろ。残しとけよ。やばいよ。いや、終わるかこれは。終わるか。さあ、こっからスナイパーが当てれたら、そう、急に外れ出す時あるからな。ちょっとやりづらさはあるもんね。ね、そういう意味でも面白いけど、あ、狙ってね。もう一。さあ、早くボタンを。誰だ。いけるか。打った。いや、もう砂ダメでも気持ちよくなってるからみんな砂ダメキルして。打ったけど当たったかどうか。やばいよ。結構やばいっすよ今は。ね。ほんまにスナイパーみたいな、打ってからこう位置変えて。ああ。ちはや TV はどう動く？あ、平野さんが打たれた。平野さん。打たれた？あ、銃を持ってるのをピラノが見た。あ、見ちゃった。あ、見た。あ、撃った。あ、撃たれた。動かせ。ちょっとだけ動かせるけどね。あ、でもこれもあと1キルで終わるから、見つけようとしてる人、そう、ムツが見つけられれば、見つけられれば、おお。よっしゃ。マジ？ナイス。マジ？うわ。刺激が効いたね。ピラノさんに銃見られた。そうそうそう。近距離エイムで。マジ？悔しい。こんな外し続けんの？ね。初日の殺人はじゃあ千早さん？マオ。あ、俺だね。初日あの。マオさん。え、マオさん。めっちゃやって3キロやってんじゃん。すごい。展望から。上に適当に言ったら7個が死んだ。マジで厄介なキルされた。マジで、うわ、めんどくさいなこれ。トリッピーかと思って追っかけてけど、トリッピーじゃなかったよ。だからどうすっかなと思って。え、すごい、すごい、ナイキルや。じゃあジャッカルの言ってることは本当にそうだったんだ。うん、そう、ジャッカルやった。で、トリッピーがやってるわと思って追っかけてきて、トリッピーキルするかどうか悩んでた。そこめっちゃ神スナイパーやほん。じゃあ誰でもなかったんや、初手。よかった、マジ。あんなにいて、初手神スナやな、すげえ。全然案外聞こえないもんなんだね、じゃあ。あれ、初日、ああ、そうか、展望の方から打ったんやっけ、真央君。そう、展望の下のとこから
上に適当に打った。すごいな。車線も見ずに打ったってこと？いや車線見てなんか、ね、どれかって思いながら打った。そう出るからね。うん。じゃあ俺アシストで。危なかった。じゃあこれか。え千早さんじゃあ初日あの弁当移動してたんだコックピットに。いや、しないです。ちゃんと後ろから。うん、ああ、そうなんですか。ああ、ごめんなさい。トリピンとかもすれ違って。あ、弁当でデデデンってなったのは俺。あさんがデデデンしたんだ。そっか、あそこに終わったって思った。デデデンしてた。終わりまくってるやん。よく終わらない。ライバー強っ。終わりまくってんのによく勝ったな。密室殺人みたいな感じになったね。俺、なんなら金庫室であの銃撃って外して、金庫の弁当にぴょこって隠れたら、うん、あの宝物の裏に愚痴壺がいて、血の気が引いた。あんだ。うわ、俺あっこスナイパーポジだからシェリフでぶっ殺したろうと思って徘徊してた。俺分かってないから、そう左下からスナイプしてた。なるほどな。じゃあラストいきますか。はい。全然大丈夫ですか皆さん。あ、皆さん時間大丈夫ですか。はい。年末スペシャルということでもう一試合ぐらい行きましょう。はい。じゃああと3時間やります。お願いします。やらせてくれ年末スペシャルでーすやばいやばい急なしゃあダムドだ俺はダムドだ本でもしまうかとりあえず、よいしょはいガチ村ガチボタン早ガチボ TV ありがとうございますありがとうございますありがとうございます何だ飲み込んだな飲み込んでたな今なんかスナイパー絶対見つけます何それ絶対見つけますやば何それ恨んでるスナイパー恨んでるなスナイパーなんじゃないかなこそ絶対見つけますよいしょキッチン口つば口口はいキッチングッチンキッチングッチンキッチングッチンなーなーこなーなこなーなこなーなこふっふっなーなこがここにいてグッチになんか動いてなくないかあー動いてるグッチが直したあー口つぼ直してるわどこ行くんだ口つぼ口つぼちはやななんか嫌やななんか嫌やなちょっと見たろんなんかいるあれもママやっけなんかマオトータス両方ピンクやからよう分からへんねんな、うん、あれいやもう今日の構造クソですはい今なんか光ったえあ死んでるどうやあれスナイパーから殺されたんじゃあ何だこれ死んでる死んでる死んでますよね。誰？うん、死んでる死んでる。マオが死んでる。マオが死んでる。ボタン？今の。俺がボタンで押した。ああ。あ、そうなんだ。マオ氏を見た人は？え、マオくんあれだよね。武器庫で七子さんと一緒に行ったよね。さ、あの。あれ、それ俺じゃないか。初手貨物脇です。初手貨物脇です。うん、それ俺やと思う。色似てる。ああ。そうやね。そっくり。だ、最後その後金庫行ったもトータスやね。うん、カメラで見た。で、その後エンジンルームを横切ってたんが無痛かな。うん。エンジンルームエンジンじゃないか。ってない。じゃあアーカイブどれだ？カモツじゃないそれ。あ、終盤エンジンルームメインあたり横切ってはいた。あれ。あ、そうそう。それ見て俺は宿舎前金庫に入って最後あのミーティングルームの階段登るところにバケユカと会ったっていう感じ。なるほど。見間違いです。貨物で湧いたのが見られてて、貨物で湧いたの誰だっけ？バケとマオくんです。バケマオで湧いて、マオシどっち行ったか覚えてる？バケ。わかんないけど、僕は上に抜けてって、そこからは会ってないって感じだから下なのかな。下じゃないじゃん。ああ。確かにそのバケさんが上から抜けてきた時にシャワー室で俺とすれ違ったかな。ああ、バケリンと。バケリンと。でも俺はそのまま貨物の方には行かんとアーカイブの方行っちゃったんで、死体は見てない。ちなみにトリッピーは。メインでピアノさんがシャワーに行ってるのを見てエレクトリカルの方に降りたんですよ、うん、でエレクトリカルの右上のタスクをやってそのまま速攻でセキュリティ行ったんですけどそこでフルコンさんとすれ違ったけどマオさんに会ってないですはい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 、うん、僕最後キッチンまで行ってますグッチはどこグッチえああグッチキッチンです
見てます。見てます。限れば。見てます。キッチンいました。日本に来てまだ日が浅いのか。キッチンです。キッチンか。なるほど。そう。まさか疑われると思ってなかったんでちょっと。今え魔王の位置ってわかんないよね。わかんない。なんか右が食器スポーンだねってで。俺ねエレキ入った時光ったかもしんなくて。ちょっとね光ったかもって思ったのは、うん、うん、でなるとトリッピーが怪しくなるけど、ちょっとめちゃくちゃ不安なんよ。そうちょっとなるほど、あのクルーメイトの UI を見させて、何かが光っててんけど、どれが光るんだっけっていうのをちょっと覚えてなくて、なんかいっぱいあるじゃん、いろいろ。どれがどういう UI だか、こんな長いの。そう、この辺が光ってたんよ。あ、やっぱ通報やんな。ここで光ってたんよな。あれ？なんか三つ目で光ってた気がしたんやけど。ああ、どうやろう。あれ？ちょっと一応まあ多分になっちゃうけど、ね、なんだこれ。お店サボやのに、なんか一個だけタスクが見えてる。これ見えてないってことでいいんかな。これ何か能力を得てる？この辺光ってる。あ、わかんね。ナザメピラーの愚痴壺。うん？ナザメキピラーの愚痴壺。とりあえずちょっと動物でも可愛がって落ち着くか。ああ。わかんね。なんかバカバカしてる。なんかバカバカしてる。ちょっと待って。逃げろ。あートリピだ、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 昇降機の左の弁当から出てきたぞ。フルコンさん、弟として俺に見られて、うわあのね、怪しい、俺も怪しいと思ったんだよ。あのコミューサボが起きて、で、トリピーコックピットの方に行ったんやけど、そのコックピットからトリピー出てこなかったんだよな。で、消えてたんだよ、スマホが。全員から情報出る。ぐちゃぐちゃ。1本と1本、2本あったね、今。ぐちゃぐちゃ。なんかありますか？フルコンさんだと思います。いや、じゃあ、あのフルコンかトリッピーの決戦投票でお願いします。いや、トリッピーよ。むつさんの話、むつさんの死は。あ、そうや、そうや、むつさんの話を。そう、売ってないからトリッピー最後多分。フルコンさんももしかしたら売ったかもしれないけど、ギリギリ。でも超直近キルではない。俺と千早さんとでバイタル見たとき、4秒前ぐらいにはもうすでに死んでたので。はい、とてアーカイブ脇、むつ千早です。あ、むつ千早。はい、中盤あたりで僕がシャワー、アーカイブ、ラウンジって言ってる時も、あ、シャワーかアーカイブの間ぐらいにムツさんいましたね。はい、あれ、いや、いいか、いや、いいよ、いや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 、言うて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 、なんかメインシャワーアーカイブリフトまで行ったんですけど、その辺にムツさんの死体はなかったんで。そう、あの、私もちょっと見た記憶なかった。はい、まあ動いてんやろな。動いてる動いてる、うん、終盤砂愚痴壺砂ダメがなんか並走みたいな感じだったけど、はい、うん、多分そこら辺にしたいなかった。とりあえずトリピー釣りますか。そう、それは、いや、うん、それはそうだよ。そうな話、それはそうだよ。じゃあ入れてもらって、うん、じゃあそれは釣るんだけど。釣るんだけども、まあ、とりあえず砂雨さんとグッチ2人ともメインシャワー通ってアーカイブを通ったけど、あの、はい、死体がなかったっていう。まあそこにはなかったって感じですね。うん、まあとりあえずトリピ釣りますか。うるせえな、もう釣ろう。うるさいから釣ろう。議論させろよ。議論させたくないんだよこっちは。じゃあね、じゃあね、さよなら。スナイパーはいなくなった、よし。うん、まだジャッカル残ってるか。うん、そやねん。にったりね、キルできる人が残ってんよな。ザメザメ。ザメザメ。そうなんよな。2キル。で、ダムドが生まれてしまったら地獄やな。
よっ、はい、うんうんうん、見て長押しか、いいよよよよよ、はい、ちょっと誰かに可愛がってるとこ見てほしい。ナナコー、ナナコ俺のペット見て、スナさん見て、スナさん、スナさん見て、スナさん、ちょっとずっとアドミ見てんじゃん直せよ、見てヒラ、誰も見てくんねスナさん、スナさん見て、うお、ありがとうございます、素晴らしい。え、これ若干死んでない、てかどっちか死んでるかもしれんな、ねえ、どうでしょう、うん、トモ食いをしてそう。バケ、なんか俺に伝えたいことあった？いや、もうスナイパーが怖すぎて。あ、もういい、あ、でもトリッピーがもういない、うん、トリッピースナイパーだよ、トリッピーがスナイパーなの、うん、なんか拳銃取り出してたらしい、うん、銃出してた、弁当で出す方法しか覚えてなかった、拳銃持ちながら弁当からピョンって出てきたみたいな、そう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 、あの弁当入ったところ、弁当入ったところと出たところと銃出したところは見られた、全部見られた、間違いではないですけど、スナイパーかなって感じ、はい、確認したいことが、はい、はい、すいません、1個前のターンで自分ずっとカメラの前で踊っていたんですけど、見てたのどなたですか？ナナコです、ナナコさんか、うん、じゃあムツさんじゃないんだな。ありがとうございました。はい。うん、ああ、ムツさんがカメラ向けたってこと、ね。ところでピョコピョコしてたでしょ、千早さん。やってました。貨物か。へえ。アーカイブでアドミン見れるんだね。びっくりしちゃった。あ、そうなのよ。あ、そうなんですよね。そうなの。そうなの。そうなの。アーカイブの上の方に。なんかできちゃったのよ、公式で。あ、これ消せるんだっけな。へえ、うん。見に行こう。見ちゃダメ。え？強いから。いいけど、よいしょ、はい、キッチン展望、さあで、インポスターがかわいそうだから見るのをやめましょう、でも僕はすぐに停電を直します、これはかわいそう、真ん中右、はい、下から行こうかな、停電即直しおじさん、かわいそうに、俺はカメラを見るぜ、一周だけ、なんかめっちゃめっちゃ見てるやんけアーカイブで緑のなんかいっぱい緑がいました緑が生い茂っていました、はい、生い茂る緑、それだけ覚えておけば十分やろ、はい、で生い茂る緑が一人降りてきて、スナザメピラーのなんかいっぱいおるな、あ、ちょっと仕様が、あーあーあああ、ゴミサボか、もうタスクやりたい俺愚痴つば怪しい怪しいこいつこれは怪しいよ愚痴つぼ、千葉さんいたからできなかったんじゃないの、ねえ動きが怪しいのよ、何、なんか見た？何？死んでる。はいはいはい。セキュリティナナコさんです。はい。なんかちらっと一瞬カメラついてすぐ止まった最初の方だいぶ。うん。うん。うん。じゃあ、そっか。セキュリティか。セキュリティ、砂さんのルート聞きたいな。あ、ね、はい。あ、どうぞ、砂さんからどうぞ、はい、はい。アーカイブで湧いて、最初アドミンでわちゃわちゃし、アドミンっていうかそのなんかアドミンのやつを見て、うん、でラウンジ貨物、あとは下ルートでずっと行って、うん、通信室を直しに行って。でそのままコックピットが最終位置からまで行ってて来てたよね、あの武器庫で僕とすれ違ったよね、その時ナナコさんの死体なかった、結構最近だよね、あの武器庫ですれ違ったの、あの僕がコミュ直して、その後あのスナさん武器庫から上がってきた、あそうそう、なんかコミュ直ったって言いながら武器庫はその通信室行ったんで、その時はもうセキュリティ取った時は死体なかった、セキュリティに死体はなかった、うん、カメラついてたのコミュ前、うん
ついて消えたもん、うんうん、あのちなみに奈々子と愚痴壺とかがアーカイブでぐちゃぐちゃってしてた時にカメラ見てたのは俺でもそれは時系列的に前やね多分うん結構前だと、うん、結構前やねだからいいかはいただなんかそのセキュリティ通ったのってだいぶ前だよ多分30秒以上前とかそんな感じ、うん、ああまあそうだそうなんだねうんオッケーオッケー通信室が直る多分10秒前とかそのくらいおうおうオッケーオッケー、うん、えな他の人たちの居場所は僕はもうずっとさ最初の方を、アップロードしてその後ずっとミーティングですもうミーティングでタスク終わったんでブルブルしててバキューカがビビって降りてきました気づいてくれて俺アフルコンさんが弁当から出てきたより前に銃出したっつってトリッピーっつってるから、うん、絶対に白いって、うんうんうん、ああもう何もかもが怖くて、うん、なんか最後エンジンで愚痴壺と突っ立ってたのあれどれぐらい長くいたの20秒ぐらいいましたね20秒ぐらいいたのねあれ30秒いましたねあれ俺後から合流したのよで俺は3、うん、5秒ぐらいででピラノさんが最後の2秒ぐらいに来た左からそうそうそうあれはさんが怖くてグッズボさんに引っついてたんで僕は、はい、おじゃあシェリフでーすスーさんを来てみようと思いますおお入れなくていいんですかうんはいはい切りたいはいあスナさんね了解ここで打ちますちょっとああ私かうん。ま、あれ。ようわかんねえ。わかんねえ。でも砂さんっぽいよな。これもね、30秒とかだいぶ前なんだったんだあれば。ん？あ、逃げたな、これ。逃げたな、あいつ。逃げてる、逃げてる。あいつ停電した怖えなどこに逃げた弁当に逃げたやろでもこれあよくやったえ相打ちか同士打ち、いや、はい順番に死んでいった砂ザメさんの方が先に死んでしかもえうんおごれごめん通報ボタンが出やんくて押せなかったけど砂ザメさんの方が先死んでてその後ヒラさんで多分平野さんがやったような気がする、ね、砂ザメさんをおひよ最後切ったのってどこか知ってますアーカイブ左アーカイブアーカイブ左ですよね、うん、ですよね、うんうんうん、だと思ったんですよ、うん、俺もうんアーカイブ左え平どちらにせよ一陣がいいっすよねこれあれ違うんだ、うん、そうですね、はいはいはい、ジャッカル残りか、普通のインポスター残りどっちかです、うんそうそうセヒルフと人外が言ってる。おやのそういうことだ。何が起きたか人外が言ってるかどうかわからん。なるほど。俺目線では砂ザメさんの方がさっき死んでるけど、そこに平さんがおった覚えがなくて、その後ちょっと右に平さんがおったけど後で死んでる。え？いや皆さんこれ私が預かりますよこれ。おお。グッズ坪さんお願いしますボタン押しに行くんでちょっとこれすべて解けましたちょっと現場だけちょっと検証させてもらっていいですかそれが必要なの、はい、いやこれはグッズ坪さんの言うこと聞こうはい、すいませんこれちょっともう全部解けたんでさあ、はい、言えよまだ検証ある、はい、まだ検証いんの申し訳ないここでこの会議の途中から行っちゃうのはちょっとああそう、うん、リアス二陣が残ってる可能性がありますうんそう二陣が残ってる可能性ダブルキルされて、うん、あでも、うん、え大丈夫か二陣がないんじゃないですか多分ピラさんが誰を撃ったかによる俺やったらもしかしたらピラさんは自爆の可能性あピラノトータスの二陣外があるえるってことかあじゃあダメか、うん、次広いやでも俺のか俺のごめんスキップ入れちゃったあれ的にはないと思うけどないけますこれ俺のあれ的には俺的には平野さんと俺のタクになるんちゃうかなと思うからです、うん、ここやり始め決め打った方がいいような気がするそうですねそんなことないですか自分はその案にこれ一陣外ですよこれここで結果を合わせるとここで結果を合わせると負けるかもしれないですねこれ分かったグッさん信じた俺はそうっすねここで合わせるとそっちの方が面白いいいよちょっと待ってちょっと待ってこれもう家に聞きたいしなもう手遅れだアソニストだボタン押してボタン押してあれちょ
何それ、何をしたの、あ、あ、あと燃やすだけやったんや、あ、なるほど、燃やすだけだったのね、おい、甘くすんの、だから急に取り締まり出したんか、ずっと厳しいって言われたが、ゲームさせてくださいって言ってさ、ずっととぼけてたやつが鬼を現場検証しようって、うわあ、くそー、おもろ、おもろ、まあ、勝ちたかったやな、バグって途中からの右下のボタン全部消えてて、そう、消えた、消えた、結構なる、結構なる、なんか今日はなる、それで、あ、着火できるわって思って、うん、道勝ちだったわけだね、だから本当はバグがなければね、うんうん、いやまあでも、いや、あそこでジャッカル釣ってたらあるよ、いや、あそこね、俺ね、あれね、そう、あの綱さんを切りたくはなかったのよ、ヒラッチを切りたかったんやけど、うん、ずれて綱さんを切っちゃったんよ、うん、あ、うん、そうなんだ、そうで俺が多分だけどトータスさんあたりに、うん、ダブルキル狙ってたよ、あ、で綱さんがトータス切ればダブルキルやもんね、そう、そう、俺を狙ってたんよ、通報が押せず押せず、なるほど、そう、うわーってなってた、すごい大事件じゃん、大事件、いろいろ起きてた、逃げることしかできんかった、結局燃えちまったわ、後悔しますね、わ、私かしか言えなかった、あ、課長が弁当から出てきたの見ちゃったからさ、課長若干生きてた、やっぱり、やっぱりあれ見えてたんや、あ、見えてた、見えてた、 あ、でもインポスターの司会やから見えてたんかな、あれ、そう、いや結構至近距離から見ちゃった、なんか弁当入ってるの、でもそれで、ね、ジャッカル生きてるからなんとかいけるかなと思ったけど、クソ、いやー、あー、どっちにしろ燃えてたもんな、時間、まあ、ね、あ、そうか、あ、そうか、燃えたのか、そうなんよ、そう、なるほど、やられましたわ、いや気持ちいっすね、おもろいよ、あ、そがち気持ちいいよ、いい終わり方、本当にねえ、いや、おもろかった、まあ、ナイス、落ちが全部燃えた、いい落ち、帽子持ってあって終わったわけ、なんなんだ、現場ナイス落ちよ、これ現場検証意味不明やったもんな、でもなんか聞きたくなって、いや、なんか面白くなるかなって思っちゃうんだよ、いや、わかる、俺も言うならやっちゃってる、そう、いや、聞きたくなっちゃったわ、そう、俺これ以外に何が、唯一の良心である千早さんがそっちの方が面白い、乗りましょうって言ったし、ごめん、いや、正しい、面白い方優先しちゃった、正しい、ここは正しい、ここは乗るのが6票入れられたんですけど、もう押すとこまで行って、いや、聞きてえなって思ってた、思うよ思うよいい、絶対こっちの方が良かった、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 そうだね、うん、勝つ、たぶんつくしかなかったな、うん、アーソニックつもりだ、うん、勝つつもりだけ、はい、というわけで、じゃあ終わりましょう、皆さん、枠を締めてきてください、はい、ありがとうございました、また来年もよろしくお願いします、来年もよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけで、来年はもっと誘うかもしれないです、ありがとうございました、はい、いやー、おもろかったな全試合今日もいい感じにおもろかったよな、俺もアーソ勝ち2回できた、まあ1回目はねちょっと楽すぎたけど、設定が甘すぎたかなって感じだったけど、2回目はねちゃんと設定で勝ったし、俺も満足やわ、うん、ダムドの仕様がねもっとちゃんと先に分かってればね、うん、でもおそらくあの開発者さんであろうドリーさんが来てくれたのも嬉しかったし、いやー今日は良かったわ、ああね、最後の方も名スナイパー真央からの愚痴つぼアーソニスト現場検証クソおもろかったいや良かったっすね、うん、今日はなんかまんべんなく全員いろいろあって良かったんじゃないだろうかね、みんな何かその見どころがあったというか各視点ね、というわけで皆さんぜひ、各視点見て回ってください、はい、で年内の予定でございますが、ですね、今回は30日に高田村バトロワが、そうそう、あるじゃないですか、あそこであの貧困崩壊っていう形で僕と、まあ、前去年と同じメンバーですね、愚痴魔王トリフルで出るんですが、その練習をですねちょっと全然違うメンバーから一人ずつ
インコ崩壊参加してくれてるメンバー読んでやってみるのもおもろいかなと思って、ヒラッチわけいうか竹鬼貴と29日の夜に23時2次会枠ですねに PUBG の練習会しようかなと思うんで、そこでちょっとね談合して、味方につけていこうかなと思います。ただまあ、ね、ちょっとねノット2はあのいくら鬼貴と談合しても高田剣士はここの狼やからね、ちょっとあそこ落とすのは難しいけど、まあ平とバキューカ落とせば結構でかいかなと思いますので、はい、頑張っていこうかなと思います。はいはい、んで、ね、そうかに予定あったかな。明日はね、あの僕のニコニコチャンネルでやってる限定放送とかあるので、放送はない予定です。うん、こんな感じで。あと31日は高田村マリカーに参加させていただきます。年末は、年末年始はちょっと家族と過ごしつつとか、初詣行ったりとかすると思うから、どこまで放送できるかわかんないので、年始はまた直前にお話しします。が、年始は年始のアモアス、あ、我々の貧困崩壊アモアスの予定もまだ組んでないんで、また組んだらお知らせします。ではでは、そんな感じで来年も、来年もよろしくはおかしいな、まだ本年もよろしくしてくれ。まだ貧困で動く、貧困のメンバーが動くイベントあるから、あの良いお年をとは言いません。絶対みんな続きも見てくれると思っているので、はい、というわけで、まだまだ本年をよろしくお願いいたします。まだ早い。銀行はまだ動く。じゃあね。お疲れ。やばい。